若くして犯罪に手を染めたヤバい女11人。好きで好きでしょうがないから刺した。歌舞伎町ホスト殺人未遂事件。2019年5月23日、東京都新宿区のマンションで殺人未遂事件が発生した。被害者は歌舞伎町のホストクラブに勤務する20歳のルナさん。加害者は21歳のガールズバー店長、高岡由加。高岡はルナさんを包丁で刺し、重傷を負わせた。事件は高岡がルナさんの自宅マンションを訪れたことから始まる。2人は部屋で過ごし、その夜2人でした後、ルナさんは眠りについた。関係がこじれていたことから、意を持っていた高岡は、その隙にキッチンから包丁を持ち出し、ルナさんの腹部を刺した。ルナさんが抵抗し、部屋から逃げ出そうとすると、高岡は追いかけた。ルナさんがマンションのエントランスまで逃げ、そこで倒れると、追いついた高岡はそばに座りタバコを吸った。その後、高岡は110番通報し、駆けつけた警察によって現行犯逮捕された。高岡は、好きで好きでしょうがないから、刺した。と供述。ルナさんを独占したい一心だった。一方のルナさんは、重傷を負いながらも一命を取り留め、事件から約1ヶ月後にホストに復帰した。ルナさんは高岡を恨んでおらず、寛大な処分を求める嘆願書を提出。示談が成立したが、東京地裁は、短絡的で身勝手な犯行、として、高岡に懲役3年6ヶ月の実刑判決を下した。高岡はすでに出所し、ルックスの良さから SNS で爆発的な人気を集めた。そんな高岡は現在、ウユという名で配信活動をしている。高岡とルナさんの出会い。高岡とルナさんの出会いは2018年10月のことだった。当時、高岡はガールズバーの店長を務めていた。一方のルナさんは、高岡の店から徒歩数分の場所にあるホストクラブで働いていた。ホストが新規の客を開拓するために、ガールズバーに顔を出すのはよくあることだという。そんなある日、ルナさんが高岡の店を訪れたことで、二人は出会った。最初はガールズバーの店長と客という関係だったが、いつしか立場は逆転する。2019年3月頃、ルナさんから高岡のツイッターに DM が送られてきたのだ。これをきっかけに、高岡はルナさんの店に通うようになった。高岡はあっという間にルナさんにのめり込んでいく。最初は1回5万円程度だった料金は、60万円にまで跳ね上がった。ルナさんの給料日や売り上げが芳しくないときは、高岡が支えていたという。給料だけでは足りなくなった高岡は、2019年4月に店を辞め、風俗で稼ぐようになる。キャバクラ嬢としてパパ活にも手を染めた。海外旅行に行った際には、男性客から200万円を受け取ったこともあるという。高岡はそのすべてを、ルナさんにつぎ込んだ。こうした高岡の尽力もあり、ルナさんは店内ランキングを駆け上がっていく。2019年3月にはランク外だったが、4月にはナンバー3に。そして5月には、ついにトップに立ったのだ。彼女のおかげで、ナンバーワンになれた。と、ルナさんは高岡の存在を認めている。店の外でも、二人の仲は急速に近づいていった。週2に、3回は肉体関係を持つようになり、高岡はルナさんとの将来を夢見るようになる。9月にはホストを辞めて一緒に住もう。と、ルナさんから提案されたこともあった。高岡はその言葉を信じ、すべてをルナさんに捧げた。しかし、ルナさんにとって高岡は、客の一人に過ぎなかった。付き合ってはいない。彼女とは店外でも会うが、一回3時間か後、6時間程度。と明かしている。ホストという仕事柄、複数の女性と関係を持つのは珍しくない。高岡への愛情は、営業トークであったのだ。一方の高岡は、ルナさんの言葉をすべて真に受けていた。将来結婚しよう。好きだよ。と、ルナさんから言われたことを信じきっていたのだ。しかし現実は違った。ルナさんは他の女性とも交流があり、高岡は次第に辛い気持ちが大きくなっていった。そうして高岡は、彼をやれば一緒になれる。と思うようになる。事件の発生。2019年5月23日15時ごろ、高岡はルナさんの自宅マンションを訪れた。高岡が部屋を訪れた理由は、ルナさんから、片付けがあるから来てほしい。と LINE で呼ばれたからだった。高岡が部屋に着くと、二人は一緒にカーテンをつけたり、会話をしたりした。会話の内容は、ルナさんが美容室を予約したことや、ルナさんの上司から高岡と店外で会うことを注意されたことなどだった。店外で会うと、高岡が店に来なくなると上司は心配していたのだ。何気ない時間を楽しんだ後、二人は交わった。
そうして疲れたルナさんが眠った後、高岡はキッチンに向かった。高岡は元よりルナさんをやろうと考えており、この時も気持ちに変わりがなかったため包丁を手に取り、ルナさんの元へ向かった。高岡は両手で包丁を握り、仰向けで眠るルナさんの腹部を刺した。目が覚めたルナさんは痛みと恐怖で慌てて高岡を突き飛ばし、部屋から逃げようとした。高岡はルナさんを追いかけ、馬乗りになって抑え込もうとした。ルナさんは必死に抵抗し、高岡の首に手をかけ締め上げた。首を締められながらも高岡はルナさんに、私のこと好き？と問いかけた。ルナさんは本心ではなく救急車を呼んでほしい一心で、大好きだからずっと一緒にいよう、と答えた。さらに警察ではなく救急車を呼んでほしいと懇願した。それに対し高岡は、大好きだから一緒にの、と言った。高岡は包丁をベッドの下に置いたが、ルナさんが自ら通報しようとすると携帯電話を奪い取った。それでもルナさんは激しく抵抗し、なんとか高岡を振り切って部屋を飛び出した。その際高岡のコンタクトレンズが外れてしまい、一度部屋に引き返してメガネを取りに行った。さらになぜかわからないが、無意識のうちにタバコと携帯電話を手に取り、再びルナさんを追いかけた。ルナさんはエレベーターで1階エントランスまで逃げ、そこで力尽きた。通報と逮捕。逃げたルナさんに追いついた高岡は、倒れているルナさんのそばに座り込み、スマホをいじりタバコを吸っていた。そして、流し立ちを見たり、苦しそうにしているところを見て、本当に後悔して、大変なことをしたと思った。彼が死んではいけない。彼が死んでいくことがすごく怖くなった。として、高岡は自分で110番通報した。高岡は電話先の警察に、事件か事故か、と聞かれたことに対して、事件。と答えたが、いたずら電話だと思われたのか、何度も同じことを繰り返し説明したという。自分の名前や、ルナさんの名前、刺したこと、エントランスにいること、救急車が必要なことなどを伝えている。その後、警察の到着とともに、高岡は現行犯逮捕された。その際、高岡は終始うつむいていたが、うっすらと笑みを浮かべていたという。裁判と判決。高岡は2019年12月3日、東京地裁で殺人未遂罪に問われ、初公判が開かれた。高岡は起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。しかし、検察側は懲役5年を求刑した。争点は、イヌウムだった。公判では、高岡とルナさんの関係や、事件に至る経緯が明らかにされた。高岡はルナさんに月に100万円以上を使い、ルナさんを自分のものにしたいと考えるようになっていた。一方、ルナさんは高岡との将来を約束する一方で、他の女性との関係も続けていた。高岡は、嫉妬の果てに犯行に及んだのだった。裁判では、被害者であるルナさんが証人として出廷。ルナさんは、高岡との関係を問われ、肉体関係はあったが恋人ではなかったと証言した。しかし、驚くべきことに、ルナさんは高岡の減刑を求める嘆願書を提出したのだ。さらに、500万円の示談金と引き換えに、高岡との接触を禁じ、歌舞伎町への出入りを禁止するという示談が成立していた。ルナさんは、自分が普通の生活を送れているのだから、高岡に更生の機会を与えるべきだと主張した。しかし、東京地裁は、高岡の犯行を、短絡的、身勝手、と断じた。愛する被害者を自分のものにしたいという感情が強行に及んだが、あまりに短絡的で、独りよがりというほかなく、動機など組むべき点があるとは言えない。として、懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡したのだった。判決後、高岡は号泣しながら、床にしゃがみ込んでしまった。起訴事実を認めていたとはいえ、あまりの刑の重さに、高岡の心は折れてしまったようだった。一方のルナさんも、ショックを隠しきれない様子だった。それでも、高岡さんはこれからちゃんと更生してくれることを願っています、とコメントを出した。ホスト、ルナさん。ルナさんは1999年栃木県那須塩原市で生まれた。幼い頃に両親が離婚し、7人兄弟は別々の施設に預けられることになる。ルナさんは中学卒業後、建設関係の仕事に就くが、人間関係がうまくいかず退職。一時期はホームレスとなり、家も金もない生活を送っていた。そんなルナさんを拾ってくれたのがホストだった。面接に行った時からすごくよくしてくれて、ご飯を食べさせてくれたし、寮にも住めるようにしてくれた、とルナさんは当時を振り返る。ルナという名はホストでの源氏名だ。
客からはルナ君と呼ばれ、気遣いのできる性格で女性客の人気を集めていた。ルナさんは高岡と出会うまで数々の女性客と関係を持っていた。枕営業とも言われるような客との肉体関係も珍しくなかった。彼女たちは綿エラ気質でハマりやすいし、風俗に抵抗がないというのが同業者たちの見方だった。承認欲求の強い女性たちをルナさんは上手に操っていたようだ。一方でルナさんには恋人がいないことを寂しく感じていた時期もあったようだ。ホストという仕事柄、本気の恋愛は難しいと悟っていたのだろう。客を大事にしないと商売にならないからだ。女性の扱いには慣れていたが、ルナさんの心に本当に寄り添える存在はいなかったのかもしれない。そんな中、ルナさんはお店の近くのガールズバーで高岡と出会うこととなる。事件後のルナさん。事件から1ヶ月後、ルナさんは。残念だけどルナ、生きて帰ってきたわ。明日も出勤するから初回指名待ってるね。と、SNS に投稿。ホストとしての復帰を宣言した。不死鳥ルナ、痛みに負けるな、の異名を持つルナさんは、現在も現役ホストとして働き続けている。事件の後遺症で、ルナさんは大量の血を失い、一時は意識不明の重体に陥った。5日間の昏睡状態を経て奇跡的に目覚めたものの、肝臓は大きなダメージを受けていた。そのため現在も医師からアルコールは厳禁されている。飲酒の接待を主とするホストにとってこれは致命的なハンデとなり得る。しかしルナさんはノンアルコールドリンクを提案するなど工夫を凝らし、現在も指名数やアルコール売り上げでトップクラスの成績を収めている。事件後 SNS では、メンタルが強すぎる、かっこいいと絶賛の声が相次いだ。2022年には年間グループ売り上げナンバー4、年間グループ指名ナンバー5、年間店舗売り上げナンバー1、年間店舗指名ナンバー1を取っている。ルナさんは幹部補佐や副主任、支配人という立場を経て、2024年現在ではホストクラブサーバントオブイブのマネージャーになっている。高岡ゆかの生い立ち。高岡は1998年、中国人の母親と日本人の父親のもとに生まれた。2歳の時に来日し、その後日本国籍を取得している。東京の下町で育った高岡は、近所の人からおとなしくて可愛い子だったと言われていた。内向的な性格だったようで、挨拶をしても返事をしないなど、社会性に欠ける面もあったという。小学生の頃は絵画や工作で賞を取るなど、真面目で優等生だった。中学生になると容姿端麗な高岡はモテ期を迎えるが、裏の顔も現れだしたという。ある時、女子生徒が高岡の元彼について話していたところ、高岡はいきなり切れて椅子を投げつけた。クラスメイトは突然の出来事に凍りついたという。この出来事から高岡は情緒不安定な一面を周囲に印象をつけることになった。友人関係のトラブルから高岡は感情のコントロールができなくなることがあったようだ。高校時代は交際していた彼氏の影響もあり、夜遊びがエスカレートしていった。両親はそんな娘を心配し、警察に相談するほどだった。それでも高岡はなんとか高校を卒業。大学では現代コミュニケーション学部保育学科に進学した。しかし高岡は早く社会に出たいという思いから中退を決意。学習塾の受付などをした後、塾の経営者からガールズバーを紹介される。そこは高岡の人生を大きく変える出会いの場となるのだった。高岡は楓湯野という源氏名で働き始めた。店長にも抜擢され、気の利く対応で人気を集めた。 SNS でもコスプレ姿を公開するなど注目を集める存在だった。そうして高岡はガールズバーに客として来たルナさんと出会う。綿エラの狂気。高岡はルナさんとの出会い以来、すっかり彼に心を奪われていった。高岡はルナさんのことを全てが好きと表現し、その思いを日に日に強めていった。次第にルナさんを自分だけのものにしたいと願うようになる。この感情がやがて高岡の人生を大きく狂わせることになる。高岡がルナさんに貢ぐ金額は急激に増えていった。最初は1回5万円程度だったが、最終的には60万円にまで上ったという。ルナさんの給料日前など、売り上げが芳しくない時は高岡がサポートした。ガールズバーの給料だけでは到底足りず、高岡は経済的に追い詰められていく。金銭的な行き詰まりを感じた高岡は、2019年4月に勤めていた店を辞める決意をする。代わりに渋谷のデリヘルで働き始めた。さらにはキャバクラ嬢としてパパ活にも手を染める。
ゴールデンウィークに知り合った男性客と海外旅行に行った際は200万円を稼いだという。こうして必死に稼いだ金は全てルナさんにつぎ込まれた。ルナ君をナンバーワンにしたいという一心だった。事件直前の5月22日も高岡は深夜まで風俗で働いていた。この日は5人の客を取り、翌朝まで働き詰めだったという。一方で高岡は時折自分を惨めだと感じることがあった。風俗で稼ぐ日々を辛いと表現している。それでも9月にルナさんがホストを辞め一緒に暮らせると信じていた。ルナさんへの愛情が高岡を突き動かしていたのだ。しかし現実は違った。ルナさんはホストという仕事柄、他の女性とも関係を持ち続けていた。2019年5月頃から2人の関係は悪化の一途をたどる。ルナさんと一緒に過ごす時間は減り、時には暴力を振るわれることもあったという。それでも高岡はルナさんを手放すことができなかった。彼のことが好きで好きでしょうがないという感情が高岡を狂わせていったのだろう。心の底からどうしようもないほど愛しているけど、お金としか見てくれないという悲痛な証言もしている。メンエラとは精神的に不安定な状態を指す俗語だ。高岡はまさにそのメンエラ状態に陥っていたと言える。将来結婚しようという甘い言葉を信じきり、盲目的に尽くし続けた。しかしそれは一方的な愛情に過ぎなかった。歪んだ愛が高岡を破滅へと導いた。彼女はその愛ゆえにメンエラという烙印を押されてしまう。高岡ゆかの現在。この事件で服役していた高岡はすでに出所しており、 SNS 上で大きな注目を集めている。現在は TikTok を中心に SNS や動画配信をしている。事件当時、高岡のルックスが可愛すぎると話題になり、ネット上で大きな反響があった。犯行直後に撮影された血だらけの姿でタバコを吸う写真は美しくて儚いと称賛され、一種のカルト的人気を博した。その人気は服役中も衰えることはなかった。出所後、高岡は自身の SNS アカウントを開設。日々の生活やファッションに関する投稿を中心にフォロワーを増やしている。ファンからは、高岡さんのメイク方法が知りたい、私服が可愛いなど絶賛のコメントが寄せられている。ルックスだけでなく、高岡の一途さに共感するファンも多い。ある男性ファンは、好きな人のためなら何でもする、高岡さんの純粋な愛に感動したとコメントしている。獄中結婚を申し込む男性も現れたという。高岡はファンの声に感謝しているようだ。応援してくれる皆さんのおかげで前を向いて生きていこうと思います、本当にありがとうと SNS で発信している。投稿にはいいねやコメントが多数寄せられ、高岡の人気ぶりがうかがえる。一方で SNS での人気を疑う人もおり、事件の話題性に便乗しているだけ、いずれ飽きられて離れていくと指摘する声もある。高岡は現在介護の仕事に就きたいと考えているという。服役中に介護職員初任者研修を受講し、見事資格を取得した。母親は介護福祉士をしており、高岡はそんな母に憧れていたようだ。将来は誰かの役に立ちたいと話していた。前科者であるため就職は簡単ではないかもしれないが、それでも高岡は罪を償いながら一生懸命働いていきたいと決意を語っている。そんな高岡は現在、ウユという名で配信活動をしている。自分の勤務時に患者に死なれると面倒だった。20人くらいやった。大口病院入院患者殺人事件。2016年9月、神奈川県横浜市にある大口病院で、入院患者の点滴袋に消毒液が混入され、3人の患者が相次いで死亡する事件が発生した。警察は約2年間捜査を続け、2018年7月、同病院の元看護師久保木歩を逮捕した。容疑は殺人と殺人未遂。久保木は捜査段階で、入院患者に10人くらいにやったと供述。しかしすでに証拠となる遺体がなかったため、立件されたのは3人の殺人と5人の殺人未遂だけだった。犯行の動機について久保木は、自分の勤務時に患者に死なれると面倒だったなどと話したという。裁判で弁護側は心神耗弱を主張。一方、検察側は完全責任能力を主張し、極刑を求刑した。一審の横浜地裁は2021年11月、
久保木に無期懲役を言い渡した。久保木は2015年大口病院に再就職した。しかし採用時の説明と実際の業務内容が異なっており不満を抱いていたという。ある日久保木は担当していた患者が急変し延命措置の末に亡くなった。その際患者の家族から看護師に殺されたと強い叱責を受けた。そしてこの頃から久保木の看護師用エプロンが切られていたりポーチに注射針が刺されていたりと他の看護師からいじめを受けていたと供述している。母親に看護師を辞めたいと相談するもボーナスをもらってから辞めた方がいいのではと論され、結局久保木が辞めることはなかった。久保木は次第に追い詰められていった。自分の勤務時間外に患者が死亡すれば叱責を受けずに済む。そう考えた久保木は患者の点滴に消毒液を混入し始めたのだ。犯行に使われたのは院内で使用されている消毒液ジアミトール。久保木は勤務交代の看護師との引き継ぎ時間帯に混入させていたと供述している。混入を繰り返すうちに感覚が麻痺していったとも話したという。事件が発覚したのはある看護師の偶然のミスがきっかけだった。容体が急変した患者の対応中、看護師が慌てて点滴袋を落としてしまった。すると点滴袋内の液体が急激に泡立ったのだ。これにより消毒液の混入が発覚した。警察の調べで同室の別の患者の遺体からも消毒液成分が検出された。さらに過去3ヶ月の間になんと48人もの患者が死亡していたことが判明した。久保木は逮捕後メディアのインタビューに応じている。その中でこう語っている。自分の犯した罪の重さは十分に理解しています。本当に申し訳ありませんでした。私は看護師として働くことに限界を感じていました。でも辞めるに辞められず犯行に及んでしまった。被害に遭われた方々ご遺族の方々に心よりお詫び申し上げます。後半では検察側が強固な殺意に基づく危険で悪質な犯行として死刑を求刑した。一方弁護側は犯行時被告は心神耗弱状態にあったとして無期懲役が妥当だと主張。また後の裁判ではエプロンが引き裂かれた、ポーチに注射針は全て自作自演だったことも判明している。久保木は職場を辞めたかったが誰にも相談できず母親へ退職の相談をする理由として自作自演をしたのではと言われている。結局横浜地裁は2021年11月久保木被告に無期懲役を言い渡した。裁判長は被告の境遇には同情の余地があるとしつつ、極めて身勝手な動機に基づく犯行、生命軽視の度合いは甚だしいと述べ死刑は回避された。久保木歩の生い立ち。久保木歩は小学生時代を茨城県水戸市で過ごし、その後神奈川県伊勢原市に引っ越した。地元の中学校を卒業後秦野市内の県立高校に進学、卒業後は横浜市内の看護学校へと進んだ。久保木は2008年に看護師免許を取得し看護師として働き始める。しかし最初から大口病院に勤務していたわけではなく、別の病院で勤務した後2015年5月に大口病院に採用されたのだった。大口病院では主に夜勤を担当し、事件が起きた2016年9月は3日に1回の頻度で夜勤のシフトに入っていたという。久保木の家族は父親と母親、弟の4人。父親は技術関係の会社員だったが、容疑者が逮捕される数日前に両親は姿を消したという。一方久保木は事件発覚後9月28日の出勤を最後に大口病院を退社。翌年2月に別の病院で看護師として再就職するも、わずか2ヶ月で退社している。その後は派遣社員として物流倉庫会社に勤務していたが、そこも辞めている。久保木には大口病院に勤務する前から前科があった可能性が指摘されている。ある病院関係者はこう証言する。他の病院で何らかのトラブルがあったスタッフが大口病院に移るという話を聞いたことがある。実際別の病院でミスをしたと聞いていたスタッフと大口病院で出くわすこともあった。事件当時久保木容疑者は20代。この証言はまさに彼女を指しているようだ。大口病院の院長も事件後の取材で内部の関係者ということも否定できないと述べており、久保木容疑者を疑っていたのかもしれない。ちなみに容疑者のものとみられるフェイスブックには、オウム真理教元幹部の上祐文博氏が友達
に登録されていたことも判明している。真偽は不明だが、もし本当なら彼女の人となりを疑わせる事実と言えそうだ。大口病院は古くから地元で信頼され愛されてきた病院だった。しかし一方で、あの病院に入ったら死ぬなどと揶揄されることもあったという。事実、同病院では患者の死亡率が高く、安楽、施設などと噂されることもあった。久保木容疑者はこうした病院の体質を知っていたのだろうか。動機について、彼女は自分の勤務時に患者に死なれると面倒だったなどと供述している。患者の死をただ面倒だと感じる感覚。事件の背景には大口病院のずさんな管理体制もあったのは間違いない。猫を解剖するうち人で試したくなった。誰でもよかった。異常欲求により仲良しの同級生を手にかけた残虐事件、佐世保女子高生殺害事件。2014年7月26日、長崎県佐世保市で衝撃的な事件が起きた。長崎県立佐世保北高等学校の1年生松尾愛和さんが同級生の徳勝もなみに命を奪われたのである。事件は佐世保市島の瀬町のマンションで発生した。松尾さんは友人と遊ぶと家族に伝え、徳勝の住むマンションへ向かった。しかしその日の夜、松尾さんは帰宅しなかった。心配した両親が捜索願いを出し、翌27日朝、警察官が徳勝宅を訪れた。そこで松尾さんがベッドで頭と左手首が切断された状態で発見された。徳勝は当初松尾さんのことを知らないと答えたが、後に殺害を認め緊急逮捕された。裁判の結果、徳勝は医療少年院送致となった。少年院は26歳まで収容可能であることから、徳勝が26歳になる2024年には出院するとみられる。この事件は加害者の年齢や犯行の残虐性、背景など様々な観点から社会に大きな波紋を広げることとなった。事件詳細。事件は2014年7月26日の夜に起きた。場所は長崎県佐世保市島の瀬町のマンションである。徳勝は4月から市内の親元を離れて一人暮らしをしていた。被害者の松尾愛和さんは加害者の徳勝もなみに会いたいと誘われていた。26日午後3時ごろ、松尾さんは家族に友人と遊ぶと伝え、徳勝のマンションへ向かった。二人は佐世保市内の繁華街で買い物を楽しんだ後、徳勝の部屋に戻った。午後6時40分ごろ、松尾さんの母親宛に7時ごろに帰るとメールが届いた。しかし松尾さんは帰宅しなかった。心配した両親が徳勝に電話すると、午後6時半くらいに別れたと答えた。松尾さんは約束の時刻を過ぎても帰宅しなかったため、両親は午後11時ごろに捜索願いを出した。27日午前3時20分ごろ、警察官が徳勝宅を訪れた。そこでベッドで仰向けに寝かされた松尾さんの遺体を発見した。遺体は頭と左手首が切断されており、胴体には複数の傷があった。腹部も大きく切り開かれていた。あまりにも残虐な状況だったため、警察は他殺と確信した。現場からはスレート切断用のコギリや石頭ハンマー、テストハンマーなどが見つかった。徳勝は自分で買ったと供述している。徳勝は事件直後に衣服を着替えて体を洗っていた。松尾さんのスマートフォンはマンションの敷地内に投げ捨てられていた。これらの行動から証拠隠滅を図ったとみられている。長崎県警は事件発覚当初、友人同士のトラブルによる犯行とみて捜査を進めていた。松尾さんと徳勝は実家が近く、アニメ好きという共通の趣味があり、たびたび連絡を取り合う仲だったためだ。しかし取り調べで徳勝は、殴ってから首を絞めた、すべて私が一人でやりましたと話した。続けて、誰でもよかった、体の中を見たかった、人を殺して解体してみたかったなどと淡々とした様子で供述した。二人の間に具体的なトラブルはなく、殺人衝動を抑えられず犯行に及んだとされている。徳勝の証言や現場に残された痕跡から事件の経緯が推察された。事件当日、殺人衝動に駆られた徳勝は巧みに松尾さんを自宅に呼び出した。そして工具で何度も松尾さんの頭部を殴打した後、犬用のリードで首を絞めて殺害したとみられる。また冷蔵庫からは猫の頭蓋骨も見つかっており、徳勝の異常性を示すような状況も見られた。8月、徳勝は精神鑑定のため3ヶ月間医療機関に留置された。
松尾さんの両親は、大切に育ててきた娘との突然の別れが信じられない。犯人を決して許すことができないとコメントを発表した。特活側の父親も、私たちのできる最大限のことをしてきたが、私の力が及ばず事件が発生したことについては誠に残念と謝罪した。しかし10月5日、特活の父親は自宅で命を絶った。遺書は見つからなかったという。2015年1月20日、特活は新たな容疑で再逮捕された。前年3月2日、佐世保市の自宅で特活は父親が就寝している隙を突き、頭部を金属バットで殴打したことで父親は頭蓋骨を陥没骨折し入院している。またその後も特活は包丁を持って父親を襲撃するなど、たびたび殺人未遂事件を起こしていたことが判明したのだ。2015年7月13日、長崎家庭裁判所は特活に対し医療少年院送致とする保護処分の決定を下した。裁判長は、 ASD 自閉症スペクトラム障害が見られるものの、それが非行に直結したわけではなく環境的要因の影響もあったと述べた。2021年、特活が23歳になるのを前に、収容先の少年院長は収容継続を申請した。そして長崎家庭裁判所は26歳になる2024年までの継続を認めた。特活側は不服を申し立て抗告したが、福岡高等裁判所は棄却する決定をした。高裁決定は、特活の精神に著しい障害があり強制教育を継続して行うことが特に必要であると長崎家裁が認めたことについて誤りはないと指摘した。収容継続期間を3年としたことも不当でないと指示した。少年院法には、精神に著しい障害がある場合最大26歳になるまで収容の延長を認める規定がある。しかし法務省によると、これまで実際に23歳を超えて継続した例はないという。2022年7月12日、元付き添い人の弁護団は特活の近況について、強制教育により対人交流などに成長が見られ、内省が深まるなどの変化が生じている。食材の気持ちを深めていくため、さらなる内省の獲得に努めていると記者クラブの書面取材に対し回答している。特活も波の生い立ち、特活も波は恵まれた環境で育った。父親は県内最大手の法律事務所を経営する有名な弁護士、母親はテレビ局員を経験し後に市の教育委員を務めた。幼少期を長崎県佐世保市で過ごした特活は、優秀な両親から熱心な教育を受け、学業でも優秀な成績を収めた。スポーツにも積極的に取り組み、冬季スポーツ種目で国民体育大会に出場するほどの実力があった。しかし特活は小学生時代から感情の起伏が激しかった。突然大声を上げて泣き出すなど、たびたび奇行を繰り返したという。周囲からは、あまり笑う子ではなかった、頭が良すぎて特殊な子と見られていた。さらにこの頃から異常行動は見られ始めていた。特活は医学書を愛読し、それを参考に野良猫を解剖するなど問題行動を起こしていた。地元の警察は彼女の行動を警戒していたという。2010年12月頃、小学6年生の特活は衝撃的な事件を起こす。仲の悪い同級生の女児の給食に薄めた漂白剤や洗剤を混ぜたのである。特活は4度も薬物を混入させ、他の同級生にも嫌がらせを一緒にしないかと声をかけた。しかし特活は一切の罪悪感を抱いていなかったとされる。この事件では特活の母親が被害者の親族に謝罪したことで警察沙汰にはならなかった。その後、特活は環境を変えるために中学受験に挑戦し、長崎県立佐世保北中学校に合格した。この中高一貫教育の名門校に入学した特活は、再び学校に通い始め放送部に所属した。アナウンサーになるのが夢だったという。しかし特活は小動物への虐待行為を続け、熱心に猫の解剖を続けていた。同級生はそんな特活の異常性を感じ取っていたそうだ。特活の母親は、娘を取り巻く環境を大幅に変えることで特活の異常性が改善されると考えた。2012年から海外留学先を検討し始めたという。しかし2013年10月、特活が中学3年生の時、母親が若くして膵臓がんで亡くなった。これをきっかけに特活の内側に渦巻く狂気は悪化の一途をたどる。その後、特活の父親は宮城県仙台市出身の資産家令嬢と再婚し、新しい人生のスタートを切ろうとした。しかし特活は父親の再婚や海外留学に反対されたことに対して恨みを抱いたという。
その恨みから2014年3月、徳勝は就寝中の父親をバットで殴打する事件を起こす。身の危険を感じた両親は徳勝を精神科に通院させた。医師から同じ家で寝ていると命の危険があると助言され、父親は4月から徳勝にマンションで一人暮らしを始めさせた。高校に進学した徳勝は一人で過ごす時間が増え、学校に出席しなくなった。7月23日、徳勝はママ母との会話の中で、猫を殺して楽しいことや人を殺したいなどとする願望を打ち明けた。そのため石に徳勝の殺人願望を抱いていることを伝えていたが、今日は時間がないとしてその日の診療は終わっている。7月25日、徳勝の両親は病院側と娘の入院に関する協議を行った。しかし病院側から施設の事情で即日の入院ができない、個室はあるがその一つを独占することになると言われ、実現しなかった。両親は児童相談窓口のある佐世保子ども女性障害者支援センターに電話をかけたが、今日の受付は終了したために18日にかけ直してほしいと言われ、一切相談できずに電話を切られた。このように徳勝の殺人衝動が次第に激化する中、彼女の両親は危機感を抱き問題解決に向けて奔走していた。しかし周囲の人々は思春期の女子高生のよくある問題と認識し、切迫感を持たずに対応を続けた。その結果、最悪の事態へと突き進んでいったのである。専門家の見解、徳勝モナミによる事件は多くの有識者から様々な見解が示された。母親の死が犯行のきっかけだとする意見がある。とある大学教授は、実母の死をきっかけとして母親のいる被害者に憎悪を抱いたのだと分析している。別の大学教授は、思春期の最中に母親の死に直面し、人の死、生命の意味など強く意識した。そこから興味が生じ行動に出てしまったと分析した。元家裁調査官は、勉強の面で親の期待に応えたいという思いが強く、それが母親の死で抑え込んでいたものが爆発したのだと述べた。生活環境の変化が原因だとする見解もある。ある精神科医は、一人暮らしによる悩みの吐け口がない孤独感が社会の恨みにつながったのだと指摘している。またこの精神科医は、徳勝の性格特性について、極端に冷酷で感情が欠如している、他人に対して思いやりが乏しい、先行して動物を虐待しているという点を挙げ、サイコパスと言えるとしている。ある教育評論家は、一人暮らしが少女の闇を増大させたのだと指摘し、児童相談所の対応を批判した。また父親の再婚の早さについても議論がなされた。元法務教官は、子にとって大きな喪失体験である実母の喪の期間というのは、家族で悲しみを受け止めなくてはならない時期、本件の再婚までの期間ではそのために不十分であったと指摘している。それ以前からの問題を指摘する見解もある。とある大学名誉教授は、徳勝が2010年に起こした異物混入事件を見逃せない出来事と指摘した。精神科医の中には、発達障害と人格障害が合わさった疑いを指摘し、生まれ育ちの中で蝕まれてしまった心の障害に見えるのだと分析する者もいる。警察ジャーナリストは、神戸連続児童殺傷事件や渋谷区短大生切断遺体事件と同じく、高学歴家族の異常行動を指摘した。また徳勝の性癖を指摘する見解もある。ある作家は、女子2人が互いに心を許し合った結果、当人同士で憎しみに変わっていったのではと分析した。一方で異常者ではないとする見解もある。ある臨床心理学者は、サイコパスなどという流れと述べている。このように徳勝モナミの事件については、さまざまな角度から分析がなされ、専門家の間でも意見が分かれている状況である。徳勝モナミの現在、徳勝は2024年現在25歳となった。弁護団は現在も3ヶ月に1回程度の頻度で面会しているという。弁護団との手紙を1ヶ月に数回やり取りすることもあるとのこと。弁護団によると、最近の様子に関して、年を経るほどに思い悩むことも増えている。自分と向き合い続けることの難しさや苦しさ、罪を背負っていくことの厳しさ、責任を感じるようになっている。現在も更生プログラムの途上にあり、事件に関することを語ることもあるなどと記している。また今後については、本格的な社会復帰を考える段階ではないが、それを前提とした支援体制などを検討していると述べている。第三少年院では、保護処分在院者は26歳まで収容可能である。徳勝モナミが出院する時期は2024年代になる可能性が高く、今後の動向が注目されている。
5時にビリコミットをする。私、悪いことしてないから。数々の男性を騙し、その手口を広めた女、頂き女子リリちゃん詐欺事件。2018年から2023年にかけて、頂き女子リリちゃんことは田辺舞25歳が複数の男性から1億5500万円以上を詐取した事件が発生した。渡辺は恋愛感情を利用して男性からお金を騙し取り、その手口をマニュアル化して販売していた。被害者は50代の男性など数十人の男性であった。渡辺はマッチングアプリなどで男性と知り合い、恋愛感情を抱かせる手法を用いていた。その後、嘘の借金や窮状を訴え、金銭を要求する手口で詐欺を行っていた。さらに、この詐欺の手法をまとめたマニュアルを1冊1万円で販売していた。マニュアルは、魔法完全攻略マニュアル、頂き女子の参考書、みんなを稼がせるマニュアルなど、いくつか存在した。渡辺はこのマニュアル販売でも約2000万円もの売り上げを上げていた。事件が明るみに出たのは2023年5月のことである。渡辺のマニュアルを購入した女子大生が男性2人から1000万円以上を詐取し逮捕された。これをきっかけに捜査が進み、2023年8月23日、渡辺が詐欺幇助の疑いで逮捕された。その後、9月20日には詐欺容疑で再逮捕された。渡辺は複数の男性から計1億5500万円を騙し取った疑いで起訴された。裁判では詐欺罪、詐欺幇助罪、脱税で起訴された。渡辺は犯行の動機について、ホストクラブでの遊興費用を捻出するためだったと述べている。渡辺は騙し取った金のほとんどをホストクラブで使っていたという。2024年4月22日、名古屋地裁で判決が言い渡された。判決は懲役9年、罰金800万円の実刑判決であった。2024年6月現在、渡辺は服役中である。渡辺の支援者が運営する SNS アカウントで獄中日記が公開されている。頂き女子の始まり。渡辺が頂き女子を始めたのは20歳の頃であった。当時、ホストクラブにのめり込んでいた渡辺は、勤務していた風俗店での収入をほぼ全てホストに捧げていた。しかし、渡辺が金を用意できず、担当のホスト神谷歩、本名田中博士を1位にできなかった。これが頂き女子誕生の決定的な出来事となった。ある日、渡辺は風俗店の客の一人に300万円を要求する LINE を送った。すると、その客から、大丈夫？という心配のメッセージが届いた。少しだけなら助けたいと言われ、口座を聞かれ、30万円ほどを振り込んでもらえた。この経験から、渡辺は、借金の支払いできないという嘘をついて金銭を要求する手法を思いつき、お金はいろんな男性に嘘をついてもらえばいいんだと考えるようになる。こうしていただき行為が始まった。渡辺の犯行は、マッチングアプリなどで知り合った男性に恋愛感情を抱かせ、虚偽の借金や窮状を訴えて金銭を要求するというものだった。例えば、ある被害者男性とのやり取りでは、次のような詐欺行為が行われていた。渡辺は、親に DV を受けていた、養育費として800万円を払わなければいけない、金を稼ぐために風俗で働くなどと伝えた。被害者男性は渡辺を信じ、生命保険や定期預金を解約して3800万円を用意したという。渡辺は被害者に対し、本当にお金で助かったと感謝を伝えることが一番大事だと思っていました、承認欲求が満たされるからと語っており、アフターケアのメリットは次もまたいただけるし、お金を返せと言われないし、後々問題にならないためにアフターケアをしていましたと説明している。また、渡辺は頂き女子リリちゃんとして SNS で自身の活動を公開するようになった。私がおじさんからもらったとお金の写真を載せると、フォロワーもたくさん増え、同時にリプライや DM で、どうやったらそんなにおじさんからお金引けますかと、女の子たちから質問を受けることがすごく嬉しかったと渡辺は述べている。この反響をきっかけに、渡辺は頂きの手法をマニュアル化して販売するようになった。頂き女子のマニュアル。マニュアルは、魔法完全攻略マニュアル、頂き女子の参考書、お金をいただくための設定と極秘会話法、みんなを稼がせるマニュアルなど、4、5冊あったようだ。マニュアルは1冊1万円で販売され、追加で1万円支払えば LINE や通話で個別指導を受けられるシステムだった。
マニュアルの内容は男性をおじと呼びターゲットにする方法から始まっていた。渡辺はいただきしやすい男性の特徴を以下のように挙げている。いただけるおじの特徴は、生きる希望がない、生きがいがないような、毎日仕事して帰って寝て、毎日帰って仕事して寝て、なんで生きてるんだろうな、生きる意味を見出せてないようなおじさん。マニュアルではいただき女子活動を3つのステップに分けて説明していた。1、信頼関係構築。2、お金をいただくための会話。3、アフターケアである。信頼関係構築では、日常会話を通じて相手の好みや価値観を探り、信頼関係を築く方法が説明されていた。例えば、おじって優しいし友達多そうだよね。おじってお休みの日何することが多いの？といった会話例が記載されていた。お金をいただくための会話では、突然 LINE を止めることでトラブルを匂わせ、その後、家賃を滞納している。借金取りに追われている。などの嘘をつく方法が説明されていた。渡辺は、このプロセスを、魔法をかける、と表現していた。アフターケアでは、金銭を受け取った後の対応方法が書かれていた。これで普通の女の子になれる。全部おじがいてくれたからだよ。本当にありがとう。といった感謝の言葉の例が記載されていた。マニュアルには、いただきが成功しやすい相手の特徴も記されていた。1、寂しがりや、孤独を感じている。2、特に趣味もなく生きる意味を見出せていない。3、人に頼られたことがない。4、女絡みが少なく恋愛をあまりしたことがない。5、借金経験があり金銭管理が得意ではない。の5点であった。マニュアルの販売は大きな反響を呼び、渡辺は約2000万円の売り上げを得た。購入者からは、よかった。すごく読みやすかった。といった感想が寄せられた。渡辺は、私の書いた文章が役に立ったんだと実感できて、すっごくすっごくあの日は嬉しかった。と語っている。マニュアルを購入した女性の中には、実際にいただき行為を行い、多額の金銭を得た者もいた。このように、渡辺のいただき女子マニュアルは大きな影響力を持ち、多くの模倣者を生み出す結果となった。また、渡辺は220万人以上の登録者を持つ YouTube チャンネルに出演していた。動画の中で、渡辺は自身の頂き女子としての活動、マニュアルの内容について語っている。魔法の言葉とは、お客さんにお金をもらうための言葉です。例えば家賃滞納、借金など、お金をもらう理由を上手に伝えることも魔法の言葉のテクニックの一つです、と説明している。ターゲットにする男性について、おじと呼び、その特徴を次のように語っている。いただけるおじの特徴は、生きる希望がない、生きがいがないような、毎日仕事して、帰って寝て、毎日帰って仕事して寝て、なんで生きてるんだろうな、生きる意味を見出せてないようなおじさん。魔法にかかる人は精神的に満たされてない人が多いです。さらに、男性との会話の仕方についても詳しく解説している。日常会話と色恋会話という2種類の会話を使い分け、おじとの距離を詰めていく。色恋会話っていうのは、好きだよ、結婚しよう、という会話じゃなくて、おじと話してると落ち着くな、とか、直接好きとか伝えないけど、俺って特別なんだ、と思わせるような会話がいい。渡辺は、この動画出演を通じて自身の、頂き女子、としての活動をより広く知らしめることとなった。逮捕までの経緯。渡辺の逮捕に至った経緯は、2023年5月に、名古屋の女子大生、家田美久20歳が逮捕されたことに始まる。警察が家田の自宅を捜索したところ、渡辺が作成した頂き女子マニュアルが発見された。家田は渡辺が販売したマニュアルを購入し、頂き行為を実践。2人の男性から計1062万円を騙し取ったとして逮捕されたのだ。これにより捜査の手が渡辺に及んだ。2023年8月23日警察は渡辺を詐欺幇助の疑いで逮捕した。渡辺は、間違いない。と容疑を認めた。その後、渡辺は、9月20日に、茨城県土浦市に住む50代男性から現金約3800万円を騙し取った疑いで再逮捕。10月22日には、神奈川県横浜市に住む50代男性からも5200万円を騙し取ったとして、3度目の逮捕及び起訴された。捜査によると、渡辺の口座には累計1億6000万円以上の振り込みがあったという。渡辺本人は SNS で、
もうすぐ合計3億いただくけど貯金ゼロ。とも発言しており、多くの男性からいただいていたことがわかる。また、渡辺は逮捕された際、捜査員に対し、捕まえてくれてありがとう。と告げたという。逮捕直前の7月、渡辺は SNS に誓約書を掲載していた。その内容は、私、ピリちゃんは本日2023年7月の14日をもって、ホストを救う人じゃなくて、私と同じような寂しさから抜け出せない、自分を見失っている女の子、私だけど、を救う人になるように努力することを、ここに誓います。というものだった。このように、渡辺は逮捕直前に自身の行為を改める意思を示していたが、その矢先に逮捕されることとなった。裁判と判決。渡辺の裁判は、2024年4月22日に名古屋地方裁判所で行われた。当日の渡辺は無表情で法廷に姿を見せた。裁判中の渡辺は終始、足や手を動かしていて、落ち着かない様子だったという。渡辺は、詐欺罪、詐欺幇助罪、脱税で起訴されていた。起訴内容は、男性3人から計1億5500万円余りを騙し取り、それらの金を申告せず4000万円を脱税したというものだった。渡辺は裁判で、起訴された内容を全て認めていた。証言台の前はフラフラしながらゆっくり移動したという。渡辺は法廷で次のように述べている。私の嘘を信じて全部善意の心で助けようと思ってしてくれたのに、騙していたことを本当に悪いことをした申し訳ないと思ってます。また、騙し取った現金の使い道について。担当の歩夢くんが1000万円プレイヤーを目指してるんだって言ってて、私が叶えてあげたいと思って。と語った。検察側は懲役13年。罰金1200万円を求刑した。これに対し渡辺は後に、長って、長、嘘って思いました。私はこれだけ最低なことをしたんだと望むことはない。ただ受け止めようと思う。と述べている。午後2時、名古屋地方裁判所の裁判長は判決を言い渡した。被告人を懲役9年罰金800万円に処する。判決理由の中で裁判長は次のように述べた。被告は言葉巧みに好意があるよう装い、時には一人二役を演じるなどして金銭を騙し取っていた。男性心理を手玉に取り、その行為につけ込む誠に狡猾な犯行だ。被害者の中には生命保険を解約してまで金銭を工面し、ほぼ全財産を騙し取られた人もいて、生じた結果も重大だ。マニュアルを販売し、男性を籠絡する方法を助言するなど、主体的に同じような犯罪を助長しているのも悪質だ。意中のホストらの売り上げに貢献したいという動機は誠に身勝手で、組むべき余地はなく刑事責任は相当重い。一方で謝罪と賠償の意思を示すなど反省していて、貢いだホストが被害者に1800万円を返還する意向を示しているなどの事情も考慮された。判決言い渡しの際、渡辺は一時過呼吸になる場面があった。裁判が終わっても渡辺はすぐには立ち上がらず、刑務官に促されてゆっくりと法廷を後にしたという。渡辺舞の生い立ち。渡辺は1998年、神奈川県平塚市で生まれた。両親と1歳上の姉の4人家族で育った。しかし家族関係は良好ではなかった。渡辺は手記で次のように記している。家族4人でどこかに出かけた記憶も、仲良く会話した記憶も、仲良くご飯を食べた記憶も、何もありません。いつも暗い雰囲気が家の中にまとわりついていると私は感じていました。特に父親との関係は深刻で、暴力を受けていたという。肌にライターの火をつける、包丁で脅されるなどの行為があったと述べている。ある時父親が、お前包丁隠しただろ、今から包丁を買ってきてお前のことを殺すからな、と言ったことがあったという。渡辺は、私は本当に殺されちゃう、怖い、誰か助けてと思い勇気を出して110番を押しました、と記している。しかし駆けつけた警察官には親子喧嘩と判断された。この出来事について渡辺は、私の心全部崩れ落ちて何にもなくなっちゃった、この世界に期待するのをやめた日でもありました、と振り返っている。母親とは比較的良好な関係だったが、それも長くは続かなかった。渡辺は小学生の頃アトピーに悩んでいた。同級生から、あいつのこと触ってこいよなどと言われ、自分がバイキンのような扱いを受けてると気づいて時間が止まりました、と述べている。この体験を母親に相談したが、母親は、気のせいでしょう、と答えた。渡辺は、すごくすごくすごく、それが悲しかった、
と記している。このような家庭環境の中、渡辺は小学6年生の頃から家出を繰り返すようになった。ネットで知り合った男性の家に転がり込むこともあった。渡辺は当時を振り返り、次のように述べている。あ、目的は、みんな当然行為がしたいからなこともわかっていたし、私にも自分の取り柄がそれしかないと理解していたから、それでよかった。嫌がられて、気持ち悪がられて、ずっとマイナスな人間だったから、自分と行為して、相手が喜んでくれることで自分のマイナスを埋められる感じがした。すごく嬉しかった。自分が求められていると思えて、とても満たされた。高校卒業後、渡辺はトリマーを育成する専門学校に進学した。しかし、中退してしまう。その後、地元の携帯ショップで働き始めたが、長続きしなかった。18歳で風俗嬢になった渡辺の運命を大きく変えたのは、ホストクラブとの出会いだった。20歳の頃、初めてホストクラブに足を踏み入れた。その時の体験を渡辺は、最後に来てくれたホストだけは、すごく陽気に、飲もう、と話しかけてくれて、お題もたくさん振ってくれて、笑わせてくれて、すごく楽しいと感じさせてくれた。こんなに楽しい経験、生まれて初めてで幸せだった。生きる意味を見つけられたと、すごく気持ちが明るくなり、人生が救われた気がした。と語った。この体験をきっかけに、渡辺はホストクラブにのめり込んでいった。50万円以上するシャンパンを現金払いで注文するなど、ホストに喜んでもらうための努力は惜しまなかった。渡辺のホストクラブでの様子について、渡辺の担当ホストの神谷歩は次のように語っている。リリがホストクラブに顔を出し始めた頃は、週1ペースで毎回3万円くらい使って適度な遊びのできる子でした。ところがある日から、毎日お店に顔を出すようになったんです。クラブのイベントのたびに50万円のシャンパンを気前よく入れてくれるようになりました。支払いはいつも現金。いいおじさんが見つかった、って言ってましたよ。一方で、別の担当ホスト A さんは渡辺の遊び方について、次のように述べている。常に売りかけ、ホストに借金をして遊ぶこと、で遊んでました。ちゃんと期日までに返済はするんですが、店に顔を出せばまた150万円くらい借金するというのを繰り返していた。典型的なホス教ですよ。渡辺のホストクラブへの入れ込み方を示すエピソードもある。よそのお店での話ですが、別の客と担当が被っていることに対抗心を燃やして2000万円ほど抱えてその店に向かった。しかし、そのお金をあえて担当ではなく、横についたヘルプのホストにつぎ込んだんだそうです。ビリとしては意趣返しのつもりだったんでしょうけど、それが原因でホスト同士のトラブルに巻き込まれた。SNS や LINE のアカウントを消され、携帯まで壊されたとか。渡辺は、ホストクラブに通う理由について友人に次のように語ったという。ホストに会う時以外は風呂に入らない。ホス教としてでしか人との関わり方がわからない。渡辺はホストクラブに通うために風俗で働いたり、頂き女子として活動したりしていた。友人は、彼女が生きる上でホストの存在は相当大きかったんだと思います。でも彼らに貢ぐお金を稼ぐために風俗嬢や頂き女子として生きるのは本当は辛かったみたい。その板挟みで精神的にも病んじゃった、と語っている。実際、渡辺はメンタルクリニックに頻繁に通い、睡眠障害や不安障害の診断を受けていた。処方された向精神薬や睡眠導入剤を飯と呼び、過剰に摂取していたという。自傷行為で傷ついた腕を SNS にアップするなど、不安定な様子も見られた。しかし、ホストの神谷歩は、でも店にいる時のリリは常に笑顔で明るくて、病んでる素振りは感じられませんでしたよ、と述べている。渡辺は、自傷行為って可愛い、わざと浅く切って血が少しずつ出てくるの大好き、と言っていたという。2023年6月、渡辺は突然ホストクラブに通わなくなった。ホストの A さんは、6月でしたね。売りかけの返済でやってきたのを最後に、ぱったりと姿を見せなくなりました、と語っている。その後、渡辺は7月にホス狂いを卒業する誓約書を書いている。周囲には、寂しになっちゃうのが嫌だからもうホストに行けない、とこぼしていたという。このように渡辺とホストクラブの関係は、渡辺の人生に大きな影響を与えていた。渡辺舞の現在、懲役9年を言い渡された渡辺は、2024年6月現在服役中である。渡辺の現在の様子は、渡辺を支援するフォトグラファーの立花直子さんが運営する SNS アカウント、
リリちゃんは獄中です。で、獄中日記が公開されている。渡辺は逮捕時の心境について獄中日記でこう語っている。私は東京のどこかの留置所に入れてもらえると思っていた。原宿留置所だったらいいな、なんて手錠かけられながら考えていた。なのに、愛知行くってどういうこと？そんなの無理なんだけど。歌舞伎町からそんな離れたとこ行くって無理なんだけど。受け入れられない。これから愛知なんて得体の知れないとこに私連れてかれちゃうなんて信じられない。歌舞伎町から離れたくない。しかし最終的には、だから車の中で愛知行くの、私嬉しいって私は言った。おまわりさんにどうしてって聞かれたから答えた。歌舞伎町からやっと離れられるからった、と心境の変化を記している。獄中日記はほぼ毎日更新されているという。渡辺は自身の悲しみや苦しみを訴える一方で、被害者への謝罪の言葉は見られない。2024年5月24日の更新では、国税局から督促状が届いたことを明かしている。そういえば昨日5939万2200円の請求書届いた。国税局から。督促状、読み方わからないって書いてある。やばば、と記載している。5月3日の投稿では、判決を受けての心境を綴っている。判決を聞いてからもう6日経つ今だけど、判決聞いたあの日からずっと放心状態。私は懲役を受けていくにあたって、今までの日々と同様、一つ一つに意味をつけられるように全身で毎日を感じて生きていく。一方で過去の経験と現在の状況を比較し、次のようにも述べている。なんで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 、中学生の時私が助けを求めた時は助けてくれなかったくせに、あの男、父親に罰を与えなかったのに、なんで生きるの苦しくてもうダメでもなんとか自分のこと信じて一人でやってきたのに、お前ら一体誰なんだよって笑っちゃう。理不尽人生全部飲み込んで、私絶対幸せなっちゃうからね。このように服役中の渡辺の様子は獄中日記を通じて断片的に伝えられている。これからお前は死ぬんだよ。18歳少女へ犯行グループから死刑宣告。船橋18歳少女殺害事件。2015年4月、千葉県芝山町で18歳の女性が生き埋めにされて殺害される事件が起きた。犯行グループは4人だった。首謀者は被害者の元同級生、湯浅成美18歳。犯行には井出祐希20歳、中野翔太20歳、少年16歳が加担した。事件の発端は、被害者が湯浅から借りた卒業アルバムを返さなかったことだった。これに怒った湯浅が復讐を企てて、他の3人を巻き込んで犯行に及んだのである。4月19日、グループは被害者を拉致した。車内で暴行を加えた後、事前に掘っておいた穴に被害者を生き埋めにした。被害者は泣きながら命乞いをしたが、犯人たちは聞く耳を持たなかった。事件後、犯行グループのメンバーは周囲に犯行を自慢し、笑いながら残虐な行為の詳細を語った。その後、話を聞いた友人が警察に相談したことで事件が発覚し、4人は逮捕された。裁判の結果、殺意を持った残虐な犯行と判断され、湯浅成美、井出祐希、中野翔太の3人は無期懲役となった。犯人たちの冷酷さと残虐性に世間は大きな衝撃を受けた。事件の詳細。事件は2015年4月に千葉県芝山町で起きた。被害者は当時18歳の野口真奈恵さんだった。犯行グループは4人で構成されていた。首謀者は18歳の湯浅成美で、野口さんの元同級生だった。他のメンバーは20歳の井出祐希、20歳の中野翔太、16歳の少年だった。野口さんと湯浅は幼なじみで、高校も一緒だった。野口さんは一時湯浅の実家で一緒に生活していたほど仲が良い友達関係であった。ある日、とあるホストに心惹かれた野口さんは、短期間で効率よく稼ぐことを考えた結果、風俗で働くことを決意した。野口さんが風俗店の面接に必要な卒業アルバムや洋服類を湯浅から借りるが、それらを返さなかったことから関係は悪化した。その他にも野口さんはホストクラブの遊興費などで湯浅から金を借りており、金銭トラブルもあった。湯浅が再三卒業アルバムを返すように野口さんに勧告するも、音信不通になり、逃げたことで殺意を抱くようになった。
湯浅は友人との会話で、本当に連絡取れなくて、取れたら切れる、警察に捕まる覚悟でやっちゃうと怒りをあらわにしていた。湯浅は当時肉体関係のあった知人井出に相談し、野口さんを捕まえて現金を奪い殺害することを計画した。4月18日夜、井出は仕事仲間の中野に、人を埋められる場所はないかな、埋める前に殺すのと生きたまま殺すのどっちがいいかと持ちかけた。中野は、殺してから埋めると重くなるからそのまま殺した方がいいんじゃないと平然と答えた。二人はホームセンターで結束バンドや粘着テープ、靴下を購入した。その後、井出の実家近くの畑で穴を掘った。4月19日早朝、グループは千葉市内のホストクラブ付近で野口さんを待ち伏せた。しかし待っていても野口さんが出てくる様子はなく、店に確認してもいなかった。湯浅ら3人は車がパンクして埼玉県のパーキングエリアにいるという湯浅の友人である鉄筋工の少年に会いに行った。そこで湯浅は鉄筋工の少年の車に乗り込み、井出と中野はレンタカーを運転し、再び野口さんの捜索に向かった。野口さんはホストクラブにいたが、その後友人女性2人と千葉市内のホテルに行き休憩していた。この行方を把握した湯浅らはホテルに直行し、野口さんが友人女性とホテルから出てきた午後10時頃に進路を塞ぐように車を停車させた。野口さんが友人と歩いているところを見つけ、湯浅が声をかけた。なんでバックれてんだよ、なんで連絡しないの、友人から物借りてんだから早く返せと怒りをぶつけた。湯浅は野口さんを逃がさないためにしつこくつきまとい車に誘い込んだ。殺害現場に近づくと、井出が準備しろと突然指示を出し、湯浅と中野は野口さんの手足を縛り、口に靴下を詰めて粘着テープで巻いた。さらに頭から土のう袋をかぶせた。続けて井出は、耳だけ聞こえるようにしろ、横に倒せなどの指示を出した。野口さんが拘束されると、井出がこれからどうなるか教えてやれよと言い、中野は野口さんに、これからお前は死ぬんだよと告げた。それから井出と中野は野口さんを林に連れて行き強制性交した。湯浅は笑いながら野口さんの体にタバコを押し付ける、根性焼き押したり、井出らも殴ったりといった暴行が続けられた。ひとしきり暴行を終えると、野口さんの体を荷台に移し、車は中野が掘った穴のある畑に向かった。野口さんは、もう一度話がしたいと湯浅を説得しようとしたが、湯浅は、お前が悪いんじゃん、お前と話すことはないと突っぱねて聞く耳を持たなかった。井出は中野に、ちょっとだけ埋めておいてと指示すると、中野だけを残して他の3人はその場を離れた。4月20日午前0時過ぎ、中野が野口さんを穴に引きずり込んだ。野口さんは、殺さないで、死にたくないと泣きながら命乞いをしたが、中野は構わず土をかけ続けた。検察側によると、午前0時半頃までに野口さんは窒息死により殺害されたとされる。井出、湯浅、少年の3人が現場に戻った時、すでに埋め終えたことを知った井出は、もう埋めたのか、鬼だなとおどけたように言った。それから埋めた場所にスコップを刺して、届かないかと笑ったり、地面を農具で鳴らして葉っぱをかけるなど、発覚を防ぐ工作もした。この時井出は、俺もやりたかったのにと残念そうだったという。犯行後、グループのメンバーは周囲に犯行を自慢した。湯浅は友人との電話で、生き埋めにした、めっちゃビビってた、苛立って根性焼きしたと笑いながら話した。中野も友人にメールで、今の俺さ最強だよ、ここだけの話さ、人を容赦なく殺せるもんと報告していた。井出も知人に、女の子を殺したった、中野がやった、しばらく会えなくなると普通の口調で話した。事件は湯浅から話を聞いた友人が警察に相談したことで発覚した。4月22日に少年と湯浅が、24日に井出と中野が逮捕された。被害者野口真奈恵さんの生い立ち、野口さんは3人姉妹の長女として生まれた。両親と5人暮らしで、父親は厳格なトラック運転手だった。近隣住民の話によると、家族で仲良く出かける姿がよく目撃されていたという。子供の頃の野口さんは空手少女として知られ、地元の大会で上位に入賞するほどの実力だった。礼儀正しく、小学生の妹の面倒もよく見ていたそうだ。しかし
高校1年で中退してから変化が現れ始めた。服装が派手になり、SNS には次々と交際男性の写真をアップしていた。ある日、路上でホストに客引きされた野口さんは、すっかり舞い上がってしまう。そのホストが在籍するクラブに頻繁に通うようになり、生活が乱れていった。夜の街に染まっていく娘の姿を、父親は咎めたという。喧嘩が絶えなくなり、野口さんは父親との衝突が原因で、18歳になった2014年末に家出した。翌年2月以降は一度も家に帰らなかった。野口さんは愛するホストに貢ぐため、千葉、栄町の風俗店で働き始めた。SNS には、ホストへの思いを綴ることもあった。野口さんは複数のホスト店に通うほど、ホスト遊びにのめり込んでいた。事件前日、野口さんはホストクラブで100万円のシャンパンタワーを注文した。50万円を付けとして借金していたという。こうしたお金を工面するために、友人らに多額の借金をしていたと見られている。催促されても返す様子を見せず、逃げ回っていたようだ。また、キャバクラや風俗店での面接に必要な身分証明書として、同級生たちから卒業アルバムを借りていた。体験入店だけしていかなくなることを繰り返していたため、その数だけ卒業アルバムを借りていたと見られている。湯浅もその一人だった。湯浅成美の生い立ちと裁判。湯浅は1997年3月生まれである。両親、祖父、弟2人の6人家族で暮らしていた。被害者の野口さんとは幼馴染で、高校も同じだった。野口さんは頻繁に湯浅家を訪れ、一時期は同居していたほどの仲だったという。近所の住民は、野口さんがよく泊まりに来ている姿を目撃していた。二人の仲の良さは周囲の目にも明らかだったようだ。湯浅は中学時代、ごく普通の少女だった。野口さんと同じ、テニス部員だった湯浅は、後輩の面倒見もよく、テニスの腕前も評判だったという。しかし、高校に入ると湯浅の様子に変化が現れ始めた。男性との交際が派手になっていったのだ。深夜に男性のバイクに乗っているところを目撃されたこともあった。もともとは、とても良い子、と評判だった湯浅。そのため、殺人事件を起こした際には周囲の人々が驚きを隠せなかったという。2017年1月13日、湯浅被告の裁判員裁判が始まった。湯浅は、殺意はなかった。と主張した。弁護側は、殺害計画は他の被告が立てた。畑で何をするのか知らなかった、として、強盗殺人罪の成立を否定した。一方、検察側は、被告人はトラブルのあった被害者の態度に腹を立てた。所持金を奪って殺害しようと考えていて被告に伝えた、と説明した。第二回公判では、中野被告が出廷し、湯浅に対して、否認しないで、すべての罪を認めて。湯浅は笑っていて、楽しんでいる様子だった。と証言した。第六回公判で湯浅は、埋められたと確信したのは逮捕されてから。と述べ、殺害計画については、聞かされていなかった。と説明した。第7回公判で遺族への謝罪について問われた湯浅は、自分のことでいっぱいいっぱい。とはっきりした口調で答えた。2017年1月25日の論告求刑公判で、検察側は無期懲役を求刑。2018年2月3日、千葉地裁は無期懲役を言い渡した。湯浅の、計画を知らなかった、という主張には、遅くとも犯行直前には、具体的に認識していた、と指摘。さらに、井寺が被害者を殺害するかもしれないと認識しながら、それならそれでも構わないと考えた、として、殺意があったと判事した。強盗殺人の成立は免れない、とした上で、犯行を主体的、能動的に行い、重要な役割を果たした、と結論付けた。その後、湯浅側は控訴したが2018年12月11日に棄却。2019年6月3日には最高裁が上告を棄却したため、湯浅の無期懲役が確定した。井出祐樹の生い立ちと裁判。井出は1993年生まれである。2歳の時に両親が離婚し、井出は実家に預けられた。16歳頃から父親と同居を始めたが、その後再び別々に暮らすようになった。しかし、父親との交流は続いていたという。事件当時、井出は無職だった。過去に鉄筋屋で働いた経験があり、そこで共犯の中野と知り合った。もう一人の共犯、湯浅とは肉体関係があったが、恋人同士ではなかったとされる。父親は裁判で、井出について、騙されやすい。と証言。周りに流されて犯行に及んだ可能性を指摘した。また、
父親は遺族への謝罪について考えている、自分も娘がいるのでと述べたが、具体的な行動は起こしていなかった。2017年2月13日、井出の初公判が開かれた。井出は強盗殺人ではないと起訴内容の一部を否認した。検察側は井出が犯行の計画を立てるなど主導的な役割を果たしたと指摘。弁護側は脅すことが目的だったと主張し、殺意を否定した。第7回公判で井出の謝罪文が代読された。軽率な気持ちで手を貸してしまった、深く反省していると述べたが、主体的な立場は否定した。2月23日の論告求刑公判で検察側は無期懲役を求刑、弁護側は強盗殺人罪の不成立を主張した。2017年3月10日、千葉地裁は井出に無期懲役を言い渡した。裁判長は人間としての尊厳を踏みにじった残虐な犯行と非難。井出の殺意を認定し、弁護側の主張を退けた。井出は控訴したが、2018年3月1日に東京高裁が棄却。2018年12月25日、最高裁が上告を棄却し、無期懲役が確定した。中野翔太の生い立ちと裁判。中野は幼少期に両親が離婚し、家庭環境は複雑だった。母親は家を出て行き、父親も再婚して子供たちを引き取らなかった。そのため、中野は姉と弟の3人で祖母に育てられた。しかし、祖母との関係も良好ではなかったという。中学時代は陸上部に所属していたが、学力が著しく低く、高校進学はできなかった。逮捕後の精神鑑定で、軽度の知的障害があると診断された。しかし、中野自身はその自覚がなく、よくわからないと答えている。事件前、中野は井出から借りた携帯電話で12万円を使い込んだ。その返済のため、井出のパシリのような扱いを受けるようになった。食べ物を買いに行かされたり、洗車させられたりした。さらに、鉄筋屋の給料をそのまま渡したり、暴力を受けることもあったという。中野は、これらの扱いについて、パシリはしていたが、友人には変わりなかった。と語っている。精神鑑定のため入院した際、中野は女優の写真を飾ったり、漫画を読むなど、リラックスした態度を見せており、反省の様子は見られなかったという。2016年11月11日、中野の裁判員裁判が千葉地裁で始まった。中野は起訴内容を認めた。検察側は、残虐かつ計画的な犯行で、動機は身勝手、と主張。弁護側は井出との力関係から、協力を断れず犯行に加担した、と反論した。中野は、バレると思い、焦って全部土をかけた、と証言。一方で、犯行後に友人へ、人を容赦なく殺せるとメールしていた。精神鑑定では軽度の精神遅滞があるとされたが、精神科医は精神遅滞がなくても生じ得た犯行と述べた。11月30日の判決公判で裁判長は残虐というほかないとして無期懲役を言い渡した。裁判長は井出に支配されたわけではなく能動的に動いたと指摘、知的障害の影響も限定的とした。中野は控訴したが、2017年6月8日に棄却。2017年10月10日、最高裁で無期懲役が確定した。また、実行犯として鉄筋工をしていた少年は、共謀関係がないとして強盗殺人では不起訴となった。その後、少年院へ送られた。生い立ちや家族情報については不明である。おじさんの頭、持って帰ってきた。家の風呂場で、さらにバラす。すすきのホテル殺人事件。2023年7月2日、北海道札幌市のすすきのにあるラブホテルで猟奇的な殺人事件が起きた。ホテルの一室で62歳の男性の遺体が発見された。さらに遺体の首は切断され、頭部が持ち去られていた。捜査の結果、事件から約3週間後の7月24日、札幌市内に暮らす29歳の田村瑠奈と、その両親が逮捕された。事件発生と捜査。2023年7月1日深夜、札幌市中央区のすすきの地区にあるホテルで事件が起きた。翌2日午後3時過ぎ、ホテルの従業員が異変に気づいた。202号室の宿泊客がチェックアウト時間を過ぎても部屋を出なかったのだ。従業員が部屋に入ると、衝撃的な光景が広がっていた。首が切断された状態で、うずくまっている男性の遺体を発見したのだ。発見された遺体は、恵庭市に住む62歳の会社員男性。
A だった。 A の遺体は首が切断されただけでなく持ち去られていた。さらに携帯電話などの所持品も見当たらなかった。司法解剖の結果、死因は首元を複数回刺されたことによる出血性ショックだった。致命傷となった傷は肺にまで達しており、殺害後に首を切断されていたことが分かった。 A は事件当日、ホテル近くのクラブで行われたイベントに一人で参加していた。その後、つばの大きい帽子をかぶり、黒いスーツケースを持った女性と落ち合った。22時30分ごろ、二人は一緒にホテルにチェックインした。チェックインから数時間後、女性はフロントに、これから一人出ます。と電話をし、服装を着替えてホテルを出て行った。その後、ホテルの従業員によって、遺体となった A が発見されたのだ。警察は先にホテルを出た女性を容疑者とみて、7月3日に同事案を殺人及び死体遺棄事件と断定し、札幌中央署に捜査本部を設置、240人体制で捜査を開始した。その後、警察は被害者の A さんと一緒にホテルに入った人物を、札幌市厚別区に住む29歳の女性、田村瑠奈容疑者と特定。事件から約3週間後の7月24日、瑠奈容疑者とその父親、田村修容疑者、59歳、が逮捕された。容疑は殺人と死体遺棄だった。その後の家宅捜査で、自宅2階の浴室から持ち去られていた A の頭部が腐敗した状態で見つかった。翌25日には死体損壊などの疑いで、母親、田村浩子容疑者、60歳、も逮捕。8月14日には被害者 A を殺害した疑いで親子3人が再逮捕された。犯行の動機と詳細。瑠奈容疑者と被害者 A は事件前から面識があった。2023年5月下旬頃、すすきののクラブ閉店イベントで出会った2人は意気投合し、抱擁したりキスしたりして、その後ホテルへ移動。瑠奈容疑者はそこで A から望まない性行為を強いられた。約束したのに否認せずに行為をされ、瑠奈容疑者は憤慨したという。警察はこのトラブルが殺害のきっかけになったと見ている。瑠奈容疑者は A の死体の解体を計画し、7月に再び会う約束をした。2人を会わせてはいけないと思った修容疑者は、公衆電話で A に対して、待ち合わせ場所に行かないよう伝えた。しかし A は、向こうも会いたがっている、と忠告を無視した。その結果、瑠奈容疑者によって殺害されるという事件が起きてしまった。瑠奈容疑者は犯行時、SM プレイを装い、A をアイマスク、手錠で緊縛しハンディカメラで撮影した。そして A を折りたたみナイフで刺し、ノコギリで頭を切断した後、一人でホテルのフロントを後にしたのであった。凶器に使われた刃物は、瑠奈容疑者と父親の修容疑者が準備したものだとされる。事件前、札幌市内の小売店にノコギリやナイフを購入するために、複数回訪れているところが目撃されている。事件後、瑠奈容疑者は A の頭部をキャリーケースに入れ自宅に持ち帰り、おじさんの頭持って帰ってきた。と言った。そして刃物で頭部や眼球、舌、食道器官などを傷つけた。7月7日には、瑠奈容疑者が A の頭部から皮を剥がす様子を、父、修容疑者にビデオ撮影させていた。私の作品を見て。と瑠奈容疑者は、遺体を瓶に入れたり、写真を撮ったりして、修容疑者や浩子容疑者に見せつけていたという。同年8月28日、一家3人の精神状態を調べるための鑑定留置が始まった。修容疑者と浩子容疑者の弁護人は、2人は事件に関わっていないとして、鑑定留置の取り消しを求めた。しかし、9月13日までに最高裁判所はこの訴えを退けた。2024年2月28日、札幌地検は3人の鑑定留置を終了したと発表。同年3月6日、札幌地検は瑠奈容疑者を殺人、死体損壊、死体領得、死体遺棄の罪で起訴。父、修容疑者を殺人幇助などの罪、母、浩子容疑者を死体損壊幇助と死体遺棄幇助の罪でそれぞれ起訴した。父、修容疑者と母、浩子容疑者の事件への関与。父、田村修容疑者は、瑠奈容疑者と共に事件の準備を行ったとみられている。捜査関係者によると、二人は事件前に自宅近くの量販店を訪れていた。そこで、刃物のようなものとスーツケースを購入した。これらは犯行に使用されたものと考えられている。さらに捜査本部は、修容疑者が瑠奈容疑者を送迎役として、犯行の手助けを行った可能性があるとしている。ホテル付近の複数の防犯カメラには、修容疑者の車と似たような車に、瑠奈容疑者と修容疑者とみられる人物が乗っている様子が映っていた。
そのため計画的な犯行であった疑いが持たれている。これらから修容疑者は殺人幇助などの罪に問われている。修容疑者は札幌の病院で精神科医として働いていた。普段から積極的に講演なども行う人物だった。しかし近所の人は最近の修容疑者の態度が変化していると感じていた。ある近隣住民は、最近ね、コンビニで会う時には向こうもわざとらしいと思うけど、なんとなくそそくさとしているような感じがあってと証言している。母、ひろこ容疑者は札幌市厚別区でパート従業員として働いていた。ひろこ容疑者は遅くとも2023年7月3日頃には自宅に瑠奈容疑者が頭部を隠匿していることを知ったが、これを容認し生活を続けた。瑠奈容疑者が頭部を損壊しようと計画し、ビデオカメラで浴室で死体損壊作業をするところを動画で撮ってほしいと求められ、計画の実行を容認。修容疑者に LINE で撮影カメラマンするでしょうなどとメッセージを送信、ビデオ撮影を依頼した。これらから浩子容疑者は死体損壊幇助と死体遺棄幇助の罪に問われている。それぞれの裁判について、瑠奈被告と修被告の裁判は浩子被告の裁判とは分離して審理される予定である。現時点では瑠奈被告と修被告の裁判の日程はまだ決まっていない。一方、母親の浩子被告の裁判はすでに始まっており、2024年6月4日午後3時から札幌地裁で初公判が開かれた。浩子被告はこれまでの取り調べで事件への関与を否定してきた。初公判でも起訴内容を否認し無罪を主張した。浩子被告は法廷で次のように述べた。違うと思う点を正確にお伝えしたいので、メモを読み上げながら説明してもいいでしょうか。私が頭部の存在に気づいたのは家に持ち込まれた後でした。遺体を遺棄することを容認したのは違います。すでに浴室に置かれていました。娘に置いてよいとか何も言うことができませんでした。咎めることもできませんでした。娘に隠したいと言われていません。私も隠そうと思ったことはないです。この発言で浩子被告は死体遺棄幇助の罪には当たらないと主張した。さらに死体損壊幇助の罪についても否認した。違います。娘から撮影を求められましたが、具体的な内容を言われていないので何を撮影するのか分かりませんでした。起訴内容にある容易にしたも違います。とても耐えられないと思いました。助けを求める気持ちで夫に依頼しましたが、犯罪を助ける気持ちは一切なかった。何を撮影したかったのか分からなかった。浩子被告はこれらの発言を時折声を震わせながら話した。異常な環境での生活が続く中で浩子被告は早い段階で警察の尾行に気づいたという。そう遠くない時期に瑠奈が逮捕されると思っていた。浩子被告は警察が来るまでの残された時間を家族と過ごすことを決意したという。自宅に頭部がある状況を浩子被告は絶望という言葉とともに法廷でこう表現した。この世の地獄がここにある。2024年7月1日の浩子被告の2回目の裁判には修被告が証人として出廷。修被告は事件について言葉ではとても言い尽くせませんが、本当に取り返しのつかないことをしてしまった。本当に申し訳ない。現場まで自家用車で行ったし、すぐにでも娘は逮捕されると思った。娘を自分の手で警察に突き出すことは裏切る行為になると思いできませんでしたと語った。浩子被告に撮影を依頼されたことについては、正直よくわからない、それが娘に頼まれる前なのか後なのかと答えている。この裁判は家族ぐるみの犯行とされる本事件の真相解明に重要な役割を果たすと考えられている。浩子被告の主張が認められるかどうか、今後の審理の行方が注目される。瑠奈被告と修被告の裁判も今後開かれる予定だ。それぞれの裁判を通じて事件の全容が明らかになることが期待されている。いびつな家庭環境。田村家の異常な親子関係は瑠奈被告が幼少期の頃から始まっていた。浩子被告の公判で明らかになった内容によると、瑠奈被告は小学2年生頃から学校を休みがちになった。次第に自宅に引きこもるようになり、自ら命を絶とうとする行為を繰り返すようになった。瑠奈被告は瑠奈という人格は死に、代わりに複数の人格がいるという妄想に取りつかれた。そのため浩子被告は瑠奈被告を瑠奈と呼べず、お嬢さんと呼ぶようになった。浩子被告と修被告は瑠奈被告の精神状態を不安定にさせないよう、できる限り希望を叶えようとした。瑠奈被告のわがままを制することはなく、望むものはほとんど買い与えていた。その結果、家の中は瑠奈被告のものやゴミであふれ、
足の踏み場もない状態になった。3階のルナ被告の部屋だけでなく、1階の居室や2階リビングなど、家中にルナ被告の所有物が山積みになった。ルナ被告は中学生の頃から不登校を繰り返すようになり、成人してからも就職せずに自宅で暮らし続けた。食事の世話などはひろこ被告がしていたが、両親は常にルナ被告の機嫌を伺っていた。ひろこ被告は毎日のようにおさむ被告にルナ被告の様子を LINE で報告していた。ひろこ被告とおさむ被告は二人だけの LINE のやり取りでもルナ被告のことをお嬢さんと呼び、敬語を使っていた。ルナ被告は、家の中の自分の所有物の置物の向きが自分が置いたのと違うといった些細なことでも両親を叱責した。逮捕当時、ひろこ被告の義理の父親は孫のルナ被告について、孫はどっちかっつったら人付き合いの悪いやつだ、自分の意思に合わんかったら拒否する方だから、と語っている。犯行当時、ひろこ被告は2階リビングのわずかなスペースで寝ていた。おさむ被告は家に居場所がなく、近所のインターネットカフェで寝泊まりを続けていたという。ルナ被告は残酷な言葉を浴びせていた。おさむ被告に対して、あんたもそのクソアマもよ、どっちもよ、熟女系の風俗にでも売り飛ばせばいい、とっとと売れやそのクソアマをよ、と言ってひろこ被告を風俗店などで働かせるように迫ることもあった。さらにルナ被告は、お嬢さんの時間を無駄にするな、私は奴隷です、オーダーファースト、奴隷の立場をわきまえて無駄なガソリン、お金を使うな、という内容の誓約書を書かせ、両親を奴隷のように扱っていた。この誓約書はリビングのテレビ画面など目立つ場所に掲示されていた。修被告はルナ被告からドライバーさんと呼ばれ、時間帯を問わずゲームセンターやクラブ、階段バーなどに送迎させられた。夜通し遊ぶルナ被告に徹夜で付き合うこともあった。修被告が運転中もルナ被告は首を絞めて自分の怒りをぶつけることがあった。警察側はルナ被告が家族の中で圧倒的な上位者だったと指摘し、この異常な親子関係をルナファーストと表現した。臨床心理学が専門のとある教授はこの家族関係について次のように分析している。この家族の中では娘さんであるルナ被告を生き延びさせるという親としての究極の努力目標があったのではないでしょうか。第三者はそれはちょっとずれているんじゃないかと判断しますが、その3人の中ではそれが正しいことだという考えに麻痺していったのではないかと思います。このような異常な家族関係が最終的に残虐な事件へとつながっていったと考えられる。ははは、動かなくなったじゃん。反省しない女、持ちだたね。寝屋川強盗致死事件。2022年3月1日、大阪府寝屋川市で強盗致死事件が起きた。被害者は20歳の専門学校生、吉村龍さんだ。加害者は4人の若者たちで、うち2人は未成年だった。主犯は22歳の女、持ちだたね。他のメンバーは光明と、20歳、岩川春、19歳、汗千正と、18歳。だ、持ちだが計画を立て、他の3人を誘って犯行に及んだ。犯行グループは吉村さんを呼び出し、暴行を加えて現金を奪った。その際、岩川がナイフで吉村さんを刺し、致命傷を負わせた。吉村さんは失血により命を落とした。事件から約1週間後、警察は犯人グループを逮捕した。主犯の持田は地元の島根県に逃げていたが、2日後に捕まった。この事件では、未成年の犯人2人の実名報道が話題になった。少年法改正により、18歳以上の特定少年は実名報道が可能になった。寝屋川事件は、全国で2例目、近畿地方では初の特定少年実名報道だった。裁判では、犯人たちの生い立ちや動機が明らかになった。主犯の持田には過去に監禁された経験があり、薬物使用の疑いもあった。他のメンバーもそれぞれ複雑な背景を抱えていたことが分かった。判決では主犯の持田に懲役20年、他のメンバーにも実刑判決が下された。事件の詳細。2022年3月1日の夜、大阪府寝屋川市の路上で事件は起きた。23時50分ごろ、警察に4から5人が喧嘩していて若い男性が倒れていると通報が入った。警察が現場に到着すると、血を流して倒れている男性がいた。被害者は20歳の専門学校生、吉村龍さんだった。吉村さんは右肺の動脈を刺され、失血により命を落とした。犯行グループは4人、主犯は22歳の持田種だった。他のメンバーは光明と20歳、岩川春19歳、汗千正と
18歳だ。持田が計画を立て、他の3人を誘って犯行に及んだ。持田は事件当日、プッシャーを叩こうと他のメンバーに持ちかけた。プッシャーとは違法薬物の密売人を指すスラングだ。持田は吉村さんが違法薬物を売っているという情報を得ていた。犯行グループは薬物を買うふりをして吉村さんを呼び出した。待ち合わせ場所はコンビニエンスストアの駐車場だった。グループは車の中から吉村さんが一人で来るのを確認した。その後、人気のない美容室の敷地内に場所を変更。そこで犯行グループは吉村さんを襲撃した。まず催涙スプレーで視界を奪い、特殊警棒などで殴打して転倒させた。吉村さんは、勘弁して。と所持品を差し出したが、暴行は続いた。光が、まだあるやろ、全部出せ。と脅し、暴行を加え続けた。最終的に、岩川がナイフで吉村さんの背中を刺した。持田は犯行の様子をスマートフォンで撮影していた。吉村さんが動かなくなると、うわかわいそう、ははは、動かなくなったじゃん。と笑った。犯行グループは吉村さんの約13万円入りのバッグを奪って逃走した。逃走には持田が運転する車が使用された。その様子は近くの防犯カメラにも記録されていた。現場には薬物と思われる液体が残されていた。これにより、犯行グループ全員が薬物中毒者だった可能性も指摘された。しかし今回の犯行の主な目的は現金強奪だったと見られている。逮捕に至った経緯。事件発生から6日後の2022年3月7日、大阪府警が動き出した。まず光、岩川、汗地の3人を逮捕。容疑は強盗致死だった。しかし主犯格の持田の姿はなかった。持田は地元の島根県出雲市に逃げていたのだ。警察は持田の行方を追った。 SNS や知人からの情報をもとに捜査を進めた。そして逃亡から2日後の3月9日、大阪府警は島根県出雲市で持田を発見、逮捕した。持田も強盗致死の容疑だった。逮捕時、持田は多くの取材陣に囲まれた。しかし反省の色は見せなかった。むしろカメラに向かって中指を立てる挑発的な態度を取った。この様子はテレビやネットで大きく報道された。持田の態度に多くの人が衝撃を受けた。警察は4人の供述をもとに事件の全容解明を進めた。防犯カメラの映像や現場に残された証拠も調べた。犯行に使われた車や凶器も押収された。持田のスマートフォンからは犯行の様子を撮影した動画も見つかった。こうして事件の詳細が明らかになっていった。4人の関係や犯行に至った経緯も少しずつ分かってきた。警察はこの事件が単なる強盗ではなく薬物取引の関係者間のトラブルである可能性も調べた。逮捕から間もなく4人は検察に送検された。その後起訴され裁判が始まることになった。裁判と判決。逮捕後4人の犯人たちはそれぞれ異なる反応を示した。主犯の持田種は逮捕時から挑発的な態度を取り続けた。警察の取り調べに対しても、私は事件現場にはいませんでしたと容疑を否認した。しかし持田のスマートフォンには犯行の様子を撮影した動画が残っていた。防犯カメラにも犯行時の姿が記録されていた。こうした証拠により持田の主張は認められなかった。2022年10月18日、大阪地裁で初公判が開かれた。まず岩川の裁判が行われた。岩川は罪を認め犯行の経緯を証言した。犯行に加わった動機については、加担することを断ったらダサいと思われる、相手も悪いことをしているからやられても仕方ないと述べた。実際にナイフで刺したことについては、無我夢中で記憶はないと曖昧な返答をした。弁護側は岩川の生い立ちについて説明した。岩川の弁護人によると、岩川は幼少期から両親の離婚や虐待など不安定な家庭環境で育ったという。10代前半で児童養護施設に入所し、その後も複数の施設を転々としていた。これらが暴力への親和性や誤った思考に強い影響を与えたと主張。しかし裁判所は、改善する機会が全くなかったとは言えないと判断した。岩川には懲役10年以上15年以下の不定期刑が言い渡された。判決後裁判長は、あなたはやり直しができる、しっかり償って更生してほしいと説いた。10月31日の判決公判では汗地に判決が下された。懲役9年以上15年以下の不定期刑だった。約2ヶ月後の12月、
成人である持田と光の判決が出た。光は、つつもりはなかった。武器は脅しのために使うことになっていたが、誰かが吉岡をと突き倒したんです。私は素手でしたと主張したが、認められなかった。裁判長は、暴行に積極的に関与しており、真摯な反省もないと指摘した。光には懲役22年の判決が下された。意図していなかったとはいえ、死亡という結果を招いたことが重視された。主犯の持田は最後まで、事件現場にはいませんでしたと主張した。しかし証拠により否定された。持田は実際に被害者を殺害してはいなかった。そのため実行犯の光よりは罪は軽いと判断された。しかし犯行を指示した中心人物であることは変わらなかった。結果、持田には懲役20年の判決が下された。裁判を通じて4人それぞれの背景や動機が明らかになった。しかし若い命が奪われた事実は変わらない。判決はその重さを反映したものとなった。被害者吉村龍さん。吉村さんは事件当時大阪市内の専門学校に通っており、卒業を控えていた。友人や知人によると、明るく社交的な性格で将来の夢は美容師になることだった。クラスの盛り上げ役のような存在で周りの人たちから愛されていたという。吉村さんの知人はこう語った。事件については悲しかった。仲の良い先輩が巻き込まれ、ただただ悲しい。容疑者が少年 A とか匿名だと身を守れるという感じがする。公正のためにも名前は出すべき。一方で別の知人はこう述べた。名前を出したところで被害者は帰ってこない。その世代の子を持つ親の立場として、18歳19歳はまだ子供、刑によって実名を出すべきか判断すべき。ネット上では吉村さんについてこんな声も上がった。されるほど悪いことをしたわけではないけど、薬物の密売をやっていたとなると、遺族は周囲に対してどんな顔をしていいかわからないよね。持田種の生い立ち。主犯の持田は高校卒業まで島根県出雲市で生活していた。 SNS の情報から出身高校は島根県立出雲農林高校の可能性が高いとされている。学生時代の持田は暗い髪にパッツン前髪の普通の少女だった。地元の同級生は、もともと種は人を睨みつけるような子ではありませんでした。悪い仲間と付き合い出して変わりましたと語っている。持田の家族についての情報はほとんど公開されていない。両親や兄弟などの家族構成も一切不明だ。 SNS にも家族についての書き込みや画像投稿は見つかっていない。事件当時持田は22歳で未婚だった。2018年頃には彼氏がおり、半同棲のような生活を送っていたという。しかし2019年までにはその彼氏とも別れていたようだ。元彼氏と思われる人物のツイッターにはこんな投稿があった。5月3日誕生日&トゥーマンス、ディズニーで制服デート。まさか彼女とディズニー来るなんて思ってなかったし、制服なんて着ることないと思ってた。すっごい大好きだから、これからも持田種とずっと一緒にいます。匿名掲示板では関係者を名乗る人物がこんな投稿をしていた。当時交際していた男性に対して持田はお弁当を作ったり手料理を振る舞ったりしており、彼氏にかなり尽くすタイプの性格だった。持田が大阪に移住したのは高校卒業後だった。2020年頃自身のアパレルブランド LSL を立ち上げた。 LSL 事業担当、モデル担当として企業を始めた。当時のインスタグラムには自身のブランドの服を着た写真が投稿されていた。しかしこの事業はごく短期間で終了したようだ。2021年の中頃、持田は TH シャネルという名義でラッパーとしての活動を始めた。サウンドクラウドなどのネット上に自身の作品を公開していた。事件の2週間前にも路地裏にという楽曲を配信している。最も人気があったのは路地裏という曲で3270回再生だった。持田はヒップホップ&ラップのイベントにも出演していた。他にも大阪の繁華街南地区でバーの店長をしていたという情報もある。このように持田は様々な職を転々としていた。持田のインスタグラムには過去の出来事を振り返った投稿が多く見られた。その中で、横浜で監禁されたという経験を明かしている。年明けから横浜で監禁もされたし、辛すぎてグッチのベルトで何回も死のうともしたし、でもそのおかげで13キロ痩せたし。この監禁事件をきっかけに持田の行動は変化していった。自傷行為や精神的な不調、暴力的な行動などが見られるようになった。
さらに持田は薬物使用の疑いもあった。2020年頃のインスタグラムには薬物使用をほのめかす投稿が見られた。天国でもしたいこんな生活、墓の中に入れてください。 iPhone とあとはガンジャ、常に肺で入れるくらい。ガンジャとは違法薬物の一種を指す言葉だ。また持田には過去に窃盗や器物損壊などの前科があり、未成年時代に補導歴もあったという。このように持田の生い立ちには複雑な背景があった。監禁事件や薬物使用の疑いなど様々な要因が重なり合っていた。これらが今回の事件につながった可能性は否定できない。犯人グループの現在、主犯の持田種は現在も刑務所で服役中だ。懲役20年の刑期を終えるまでにはまだ長い時間がかかる。他の共犯者たちもそれぞれ刑務所で服役している。光明人は懲役22年、岩川春は10年以上15年以下の不定期刑、汗島佐藤は9年以上15年以下の不定期刑だ。刑務所関係者の証言によると、持田は服役中も反省の態度を見せず、他の受刑者とトラブルを起こすことがあるという。一方、岩川は更生プログラムに真剣に取り組んでいるそうだ。私の部屋に頭蓋骨などがあります。シェアハウスバラバラ事件。2015年12月29日未明、大阪府門真市のマンションの一室から頭蓋骨や肉片などの痛ましい遺体の一部が発見された。部屋に住んでいたのは29歳の女、森島てるみ。そして遺体は DNA 鑑定の結果、森島と同じシェアハウスに住んでいた25歳の渡辺沢子さんのものと判明した。渡辺さんは12月24日のクリスマスイブを最後に失踪していた。森島は2015年8月、渡辺さんが暮らすシェアハウスに入居した。渡辺さんとは親しくなり、てるみん、さわちゃんとあだ名で呼び合う仲だった。しかし、森島は渡辺さんの免許証を盗み、なりすまして消費者金融から借金、さらにキャッシュカードまで作り、61万円を引き出していた。森島の借金は220万円にも上り、返済のめどは立っていなかった。森島はシェアハウスを出て新しいマンションに引っ越した11月、クリスマスパーティーをしようと企画。12月24日渡辺さんを誘い出し、2人でスーパーに買い出しに行き、その足で森島の自宅マンションに向かった。その姿が午後7時1分防犯カメラに映っている。それから約15分後、森島は一人でシェアハウスを訪れ、渡辺さんはまだ準備中だと話した。ところがその後、渡辺さんからシェアハウスの男性に、急用で帰れなくなったとメッセージが届く。不審に思った男性が森島に電話をすると、沢ちゃんは元彼に会いに行ったみたいと話したという。結局渡辺さんはパーティーに現れず、ドタキャンとなった。そしてこの日を最後に渡辺さんの姿を見た者はいない。翌25日、渡辺さんの勤務先に無断欠勤の連絡。携帯にはメッセージが送られていたが、それは渡辺さんを装った森島の仕業だった。心配した渡辺さんの父親が行方不明届を出し、捜査が始まった。捜査の過程で渡辺さんの口座から現金が引き出された記録が判明。防犯カメラには森島の姿が映っていた。警察は12月29日、森島のマンションを家宅捜索。すると浴室や冷凍庫から頭蓋骨や肉片が次々に見つかった。森島は、私の部屋に頭蓋骨などがありますが、今は話したくないと供述。しかし DNA 鑑定ですぐに渡辺さんの遺体と判明した。司法解剖の結果、首を絞められて窒息し、24日夜から25日未明の間に殺害されたとみられた。そして森島の残忍な行動も明らかに。25日、ホームセンターで大量の道具を購入していた。ノコギリ、まな板、ペティナイフ、塩酸の洗浄剤、冷凍庫、生ゴミ処理機。3日かけて遺体をバラバラにし、一部を生ゴミ処理機にかけゴミとして捨てた。圧力鍋で茹でたりもしていた。渡辺さんの痕跡を消そうとしたのだ。裁判で弁護側は、帰宅したらすでに亡くなっていたと主張。しかし検察側は、森島がパソコンで検索した内容を指摘した。人間解体、骨を粉々にできる、気絶させる方法、死体の廃棄方法、ゴミ業者バレる、睡眠、大量に飲むと、失踪したら口座は
完全犯罪など犯行を示唆するキーワードが並ぶ。渡辺さんの遺体からは森島に処方された睡眠薬の成分も検出されていた。また借金苦から成りすまし出金を引き出し口封じのために殺害したとの動機を指摘、計画的犯行として無期懲役を求刑した。一方森島は最後まで殺害を否認。弁護側は幼少期に壮絶な虐待を受けてきた森島の生い立ちを主張、辛いことがあればなかったことにする性格が影響したと訴えた。しかし裁判所はこれを退け、検察側の主張を全面的に認め無期懲役の判決。控訴上告も棄却され刑が確定した。逮捕も。逮捕された森島は取り調べに対し、私の部屋に頭蓋骨などがありますが今は話したくないと供述するのみで、事件について多くを語ろうとはしなかった。しかし徐々に森島は捜査に協力的になっていく。調書にはこう記されている。夕方買い物に出かけて戻ったら沢ちゃんが倒れていて息をしていなかった。どうしたらいいかわからなくてバラバラにして息したことに間違いはありません。でも殺してはいません。さらにこうも語っている。沢ちゃんが亡くなった時涙も鼻水も止まりませんでした。バラバラにしている途中で何度も吐きそうになった。なぜちゃんとお返しできなかったのか後悔しています。好きでやったわけじゃないんです。どうしていいかわからなくて。法廷でも森島は終始涙を流しながら渡辺さんを殺害したことは否認し続けた。弁護人は森島の生い立ちを説明。母親の内縁の夫から幼少期に乱暴を受けていたこと、高校生の時に自宅で出産し死産だったこと、愛犬を亡くした際に母を悲しませまいと遺体を隠したことなどを述べた。被告人は辛いことがあればなかったことにしてしまう性格があります。亡くなった沢ちゃんをどう扱えばいいのかわからずパニックになり遺体を損壊するに至ったのです。しかし裁判長はこう指摘した。被告人が帰宅した時被害者がすでに亡くなっていたというのは不自然。救急車を呼ぶこともせず被害者の生存を装うメールを送るなどしている。整合性に欠ける。好きでやったわけではないというが、大切な友人の遺体をバラバラにする行為は好きの範疇を超えている。到底理解できない。その上で判決理由はこう述べた。被告人は金銭的に困窮し被害者の口座から多額の金を引き出していた。発覚すれば警察沙汰になることは明白。それを防ぐため計画的に被害者を殺害したと認められる。犯行後も細切れにするなどして証拠隠滅を図り冷酷非情。生い立ちに同情すべき点はあるがあまりに残虐で身勝手。反省の言葉も空訴に響く。無期懲役に処する。判決後森島は控訴。高裁でも改めて殺人を否認したが一審判決は支持された。最高裁でも上告は棄却。森島の刑は無期懲役で確定した。森島照美の生い立ち。森島照美は大阪府寝屋川市で生まれた。母親と弟2人の4人家族だったが父親については不明。母親には内縁の夫がおりその男性とも同居していた。幼少期は内縁の夫から乱暴を受けて育った。正座を3時間させられたりバットで殴られたりした。小学5年生からは性的な乱暴に変わっていった。しかし母親が悲しむと思い誰にも打ち明けられなかった。高校1年の夏森島は妊娠する。内縁の夫に下ろせと言われたが中絶できる時期は過ぎていた。結局家族に知られぬ幼児宅で出産。その子は死産だったという。高校卒業後母親と内縁の夫は詐欺や放火で逮捕され服役する。森島も専門学校を中退。定職にはつかず派遣やキャラクター制作の仕事で生計を立てた。借金を抱えながらもネット依存の日々を送っていた。そんな中シェアハウスで知り合った渡辺沢子さんを殺害。森島は逮捕後一貫して殺害を否認したが無期懲役が確定した。服役先からはこんな手紙が届いている。毎日後悔しています。もし生まれ変わることができたら沢子さんと仲良くなりたかった。お母さんを悲しませるようなことはしたくありませんでした。森島は未だに母親とは面会できていないという。母親は、娘に会いたい、
でもまだその勇気がない。と話す。態度が生意気。佐世保省六道急性事件。2004年6月1日、長崎県佐世保市にある小学校で、小学6年生の女子児童が同級生の女子児童をカッターナイフで害するという信じがたい事件が発生した。この事件は佐世保省六女児童急性害事件と呼ばれ、当時大きな社会問題となった。加害者は辻夏美、被害者の R さんとは同じ小学校に通う仲の良い同級生であった。事件当時、辻夏美は11歳、 R さんは12歳であった。辻夏美は給食の時間中に R さんを別室に呼び出し、用意していたカッターナイフで首や手を切りつけ、命を奪ったのである。辻夏美の生い立ち。辻夏美は長崎県佐世保市の住宅地で生まれ育った。自宅のある集落には辻夏美と同年代の子供がおらず、幼い頃から孤独な環境で育ったのである。辻夏美の家族構成は、父親、母親、3歳上の姉、祖母の5人家族であった。父親は生命保険会社に勤めるサラリーマンだったが、辻夏美が2歳の頃に脳梗塞で倒れ、リハビリを続けながら自宅で保険の代理業を営んでいた。母親は結婚当初は専業主婦だったが、父親が倒れてからは生活のためにスーパーでパートタイムの仕事を始めた。祖母は家事の手伝いなどをしており、姉は事件当時佐世保市内の中学校に通っていた。一家は大久保小学校に近いものの、校区内では山の中腹にあることから、辻夏美は数少ないバス通学の児童だった。山の上では同年代の遊び仲間が少なく、平日は学校から帰るとバスの時間までは一人で過ごすことが多かった。両親は仕事で忙しく、姉とは年が離れていたため、辻夏美は家でも孤独な時間を過ごしていた。辻夏美の小学校低学年時代。小学校低学年の頃の辻夏美は、明るく人懐っこい性格で、周囲からも好かれる存在だった。学校では友達も多く、休み時間になるといつも笑顔で子供たちと遊んでいた。また、辻夏美は勉強もスポーツも万能で、成績は学年でもトップクラスだった。特に図工や音楽など、芸術系の科目が得意で、描いた絵が学校の廊下に飾られることもあった。運動神経も抜群で、マット運動や跳び箱、鉄棒など、どんな種目でも器用にこなした。学校の運動会では徒競走で1位になるなど、活躍が目立った。さらに人付き合いもよく、どのことでもすぐに仲良くなれた。年上の児童とも物おじせず話し、時には小学校高学年の子に混じってドッジボールで遊ぶ姿もあった。辻夏美の笑顔は学校中を明るくしていた。先生方からも、よく気が利く、思いやりがある、と評価され、低学年の間は皆に愛された存在だった。当時の辻夏美は、健やかに成長していく普通の女の子だった。周囲の大人たちは、辻夏美が将来どんな素敵な大人になるのか、期待に胸を膨らませていたという。小学4年生の2学期、R さんが新たに転校してきた。R さんは明るく活発な性格ですぐにクラスに馴染み、辻夏美とも急速に仲良くなっていった。学校では常に行動を共にし、休み時間や放課後も一緒に過ごすようになり、お互いになくてはならない存在となっていった。辻夏美は R さんに心を開き、今まで誰にも話したことのない秘密を打ち明けるほどの間柄になった。R さんも辻夏美の悩みに真剣に耳を傾け、時には泣きながら相談に乗ったという。二人の絆は日に日に深まっていったが、一方で辻夏美は他の友達との関係が疎遠になっていくことに気づき始めていた。かつては大勢で遊んでいた休み時間も、次第に辻夏美と R さんだけの時間になっていった。グループ学習の際もペアを組むのはいつも R さんで、他のことはあまり話さなくなっていた。それでも辻夏美は、R さんとの時間が楽しくてたまらなかった。放課後に二人で公園に行ったり、お互いの家に遊びに行ったりするのが日課になっていた。辻夏美にとって、R さんは唯一無二の親友であり、他の誰よりも大切な存在だった。しかし、そんな二人の関係も、小学5年生になると少しずつ変化が現れ始める。些細なきっかけから、亀裂が生じ始めたのだ。きっかけは、ある日の出来事だった。辻夏美がネット上で、失礼しちゃうわ。というフレーズを多用していたところ、ある人物から、ぶりっ子、というレスがついた。ショックを受けた辻夏美は、親友の R さんに相談したのだが、R さんは深刻に受け止めず、気にしなくていいよ。と笑って流してしまった。その反応に、
辻夏美は深く傷ついたのである。さらに小学5年生の頃から辻夏美の様子が少しずつ変わり始めていた。授業中に突然大声を上げたり規制を発したりするようになり、真面目だった頃とは打って変わって落ち着きがなくなっていった。注意されてもニヤニヤしながらごめんなさいというだけで反省する様子は見られなかった。給食の時間には味噌汁をわざと床にこぼしたり、配膳の邪魔をしたりして周りの子供たちを困らせるようになった。パソコンの授業では殺人と入力しては笑っており、画面には不気味な文字が並んでいた。そんな辻夏美の変化に気づいた担任は両親に連絡を取ったが、母親は最近落ち着きがないと言葉を濁すばかりで深刻に受け止めていなかった。両親は娘の異変に気づいていながら適切に対処することができなかったのである。気候が続き孤立が深まる。小学5年生になると辻夏美は学校のパソコンで猟奇的な内容の小説を書き始めた。登場人物に実在する同級生の名前を使い、次々と残虐な方法で殺害していく内容で、バトルロワイヤルのようだと評された。中でも親友の R さんは特にひどい扱いを受けていた。小説の中の R さんは辻夏美をいつもからかう意地悪な少女という設定で、最後は惨殺されるという結末を迎えるのだった。そんな辻夏美の問題行動の数々に頭を抱えていた担任は再び母親に連絡を取ったが、母親は反抗期だからと取り合わなかった。家庭の事情もあり、母親は辻夏美に構う時間も精神的な余裕もなかったのだ。父親は脳梗塞の後遺症でリハビリに専念し、母親は仕事と家事介護に追われ、祖母は認知症が始まっていた。姉は高校受験を控えて勉強漬けの日々を過ごしており、辻夏美に構ってやれる状況ではなかった。このように辻夏美の異常行動を止められる大人が家庭にも学校にもいなかったのである。一方の R さんは学校の人気者へと成長していった。明るく活発な性格は相変わらずで、勉強もスポーツも万能、合唱コンクールではソロを任されるほどの歌唱力を持っていた。そんな R さんに辻夏美は次第に嫉妬するようになっていく。かつては何でも打ち明け合った親友だったが、次第に R さんをライバルとみなすようになっていったのだ。そして親友への憎しみはある出来事をきっかけにさらに大きくなっていく。2004年5月下旬頃、遊びで R さんが辻をおんぶした時、 R さんが辻に重い遠い、辻は腹を立てて失礼しちゃうわと言った。辻は冗談を深刻に受け止めてしまったとみられる。その後 R さんは自分のウェブサイトに言い方がぶりっこだと書いた。それを見た辻はあらかじめ交換していたパスワードを使って R さんのウェブサイトに侵入し、その記述を削除した。しかしその後再び同様の書き込みをされ、辻は R さんに不満を抱いた。 R さんは自分の掲示板が不正に書き換えられたことについて、ち、またかよ、なんでアバターがなくなったりホームページが元に戻っちゃってるけど、どうせあの人がやっているんだろう、ふふ、あの人も懲りないね、けけけ、嵐にあったんだ。まあ大体誰がやってるかわかるけど、心当たりがあるなら出てくればいいし、ほっとけばいいやね。みんなもこういう嵐について意見ちょうだい。じゃまた今度更新しようかなと書いた。それを受けて辻は R さんのネット上のアバターを消去した。 R さんがブログでウェブサイトが改ざんされたことを報告した。その後辻が再び被害者のウェブサイトに侵入、初期化した。 R さんがブログでウェブサイトが初期化されたことを報告している。そしてついに6月1日の事件当日、辻夏美は R さんへの復讐を決行したのである。事件当日6月1日、2時間目の休み時間、 R さんは交換日記を抜けたいという趣旨のメモを友人に渡した。そして午前中にこのメモが辻に届けられた。辻は友人になんなら全部やめちゃえばと伝えた。12時15分、授業が終了し給食の準備が始まる。12時15分、35分、辻が被害者を6年生の教室から北に約50メートル離れた学習ルームに、態度が生意気、ちょっとおいでと言って呼び出した。そこでカーテンを閉めて椅子に座らせ、手で目を隠し背後から首と左手を切りつけた。 R さんは椅子から立ち上がり両手を振って抵抗したが、
辻は何度も切りつけたという。手の甲の傷もこの際ついたとみられる。 R さんが倒れた後すぐには現場を離れず、教室に戻るまでの約15分間手についた返り血をハンカチで拭いたほか、被害者の顔を覗き込んだり体を触ったりして動かないことを確認したという。 R さんの首の傷は深さ約10センチに達していた。普通の大人の首の太さは直径で13から15センチメートルほどのため、かなり深くまで刺さっていたことになる。左手の甲には抵抗の際についたとみられる傷、骨が見えるほど深い傷があったという。12時35分、いただきますの昭和時に担任が辻と被害者が教室にいないことに気づく。その直後、廊下から走る音が聞こえ、辻が帰り血を浴びた服のまま入り口に佇んでいた。黙りこくる辻の手にはカッターナイフと血で濡れたハンカチが握られていた。ズボンの裾は水に浸かったように濃さを増していた。担任はすぐに辻からカッターナイフを取り上げた。当初担任は辻が怪我を負っているのだと思い手を広げさせたが、怪我はなかった。担任が強い調子で辻に事情を尋ねると、私の血じゃない、私じゃないとつぶやいた。辻は学習ルームの方向を指さした。担任が現場に駆けつけると被害者が倒れているのを視認した。担任は救急車、救急車、救急車と叫んで被害者を抱きかかえながら止血を試みる。叫び声を聞いた3年教室の教師が職員室へ駆け込み教頭に報告した。教頭は状況を理解できず自ら現場に赴いた。担任到着時には被害者はまだ息をしていた。学習ルームには血が飛び散り、壁にも点々と血が付着していた。入り口付近には折れたカッターナイフの刃が落ちていた。また被害者の眼鏡が机の上に置かれていた。12時43分、現場の惨状を目の当たりにした教頭は119番通報した。教頭は動転のあまり消防局司令課に状況をうまく説明できなかったが、学校から約 4km 離れた派出所から救急車が出動した。ほぼ同時に被害者の父親にも連絡を入れた。被害者の父親はタクシーで学校に向かった。12時50分、救急車が到着しないことに焦りを覚えた教頭が再び119番通報した。教師らは各教室の扉とカーテンを閉め、凄惨な光景を遮断した。12時51分、救急車が到着し、救急隊員が関係者から事情を聞いて回る。救急隊員は病院への搬送を断念し、佐世保警察署に連絡した。辻は教師らが学習ルームに集まっている間、廊下に佇んでいた。興奮状態のまま2階に降りようとしていた辻を見つけた教師が、彼女を落ち着かせようと階段に座らせたが、彼女が加害者だとは気づかなかった。うつむいた辻は泣きそうな顔つきで声を震わせて独り言のように、救急車を呼んで、 R さんが死んじゃと教師に告げた。さらに、私どうなっちゃうのとつぶやき、教師は彼女をなだめた。教師は辻を1階の保健室に連れて行き、手を洗わせ洋服を着替えさせた。足についた血は正面玄関脇の洗い場で洗い落とした。誰か詳しいことを知っている人はいませんかと救急隊員が尋ねたところ、一人の教師が辻を連れてきた。隊員が被害者がなぜ怪我をしているのか尋ねると、私がカッターで切りましたとあっさりと答えた。警察は40分かけて校長室で事情聴取した。辻は、土曜日にやろうと準備して月曜日にやろうとしたけれど、バレると思って今日にした。動かなくなるまで待ってバレないように教室に戻った。千枚通しで刺すか首を絞めるか迷ったけれど、もっと確実なカッターナイフにした。左手で目隠しをして切った。後に辻が事件前夜に見た TBS 系列テレビドラマ「ホステス探偵危機一発」にカッターナイフで人を切る場面があり、これを参考に計画したと供述している。事件当日16時ごろ、6年生を除く全児童が集団下校した。6年生は14時から5箇所に分かれて事情聴取を受けていた。1人当たり15分程度だった。18時ごろに調書が出来上がり、保護者の入場と6年生児童の下校が認められた。出張先から戻った校長が保護者に事態を説明した。20時30分、警察が殺人事件だと発表。21時ごろ、被害者の父親が記者会見を開いた。22時30分、辻は警察署内の女性職員休憩室で就寝した。6月2日、午前8時ごろ、辻が起床。
弁当を食べてから任意の事情聴取が再開された。佐世保児童相談所と長崎県教育委員会が記者会見を開いた。面談の印象で言うと、ごく普通の女の子、我々と会話もでき、ごく普通の家庭に育っている。このギャップに驚いています。事件当日は緊張と不安が残っていました。両手で顔を覆ったり、泣きながら話したり。本人は問題なく育っている。成績も良く、頑張り屋だった。と両親からの聴取も踏まえて話した。しかし、少女の印象について。思ったことをうまく表現できていない子。困ってもはっきり、ノー、とも言えないような感じです。とも付け加えた。インターネット上の掲示板で嫌なことを書き込まれて、書き込みをやめてほしいというやり取りが二人の間に合ったことも明かされた。佐世保児童相談所は辻を家庭裁判所に送致した。6月3日、長崎少年鑑別所で辻と弁護士が接見した。辻は水色のブラウスに、園児色のジャージ姿だった。辻は少年鑑別所で一人部屋を与えられ、22時ごろ就寝する生活を送っていた。夕食にはご飯と煮物、朝食にはご飯、味噌汁と少しのおかずが提供され、彼女はほとんど残すことなく食べた。自由時間には法務議官が差し入れた赤根の案を読んだりした。接見では、家族や友達で誰か相談できる人はいなかったの？という弁護士の問いに対し、一人で悩んで一人で考えていたと答えた。あなたは自分のことをどう思うの？という問いには、自分は仲間とはにかみながら答えた。どのように仲間なのか掘り下げると、いろいろな意味でと答えた。辻は事件について弁護士に、なんでやったのかな、よく考えて行動すればこんなことにならなかったと答えた。その一方で、警察による事情聴取では、数日前から方法を考えていたとも話していた。 R さんにはどんな気持ちなの？という問いには、会って謝りたいと答えた。あなた自身はこれからどういう人生を送りたいの？という問いには、普通に暮らせればいいんだけれどと答えた。佐古弁護士は辻の印象について、非常に幼いなと、小学6年生なのに見たところ小学4年生ぐらいの印象を受けた。この子があんなことをと非常に意外な感じを持ったとコメント。川添弁護士も、幼いという印象は確かに私にもあった。背もそれほど高くないし、表情も幼い。ただ付き添い人の選任届にサインしてもらった字はしっかりした字を書いていたので、その意味では表情ほど幼くないのかもしれないとコメントした。辻は自分の両親について、お父さんとお母さんに迷惑をかけた、謝りたいと話した。弁護士は精神鑑定は不要で全く正常に見えたとコメントした。事件から3日後の6月4日、辻は鑑別所で両親と面会した。元気にしているかと父親が尋ねると、辻は小さくうなずいた。彼女は終始うつむいていた。母親は涙を流していた。父親が、毎晩手を合わせて拝むんだよと言い聞かせ、面会は終了した。6月23日、付き添い人が精神鑑定中の辻の様子などについて発表した。辻の両親が遺族へ宛てた手紙を読み聞かせた際、辻は大粒の涙を流し、どのように謝っていいのかと話していたことを明らかにした。7月20日、学校で R さんのお別れ会が開かれた。事件のその後、国立鬼怒川学院送致後の辻は問題を起こしたり反抗的態度を見せることもなかったといい、模範的な生徒であったといい。国立鬼怒川学院では少年審判結審前から辻が入所することが明らかだったので、他の入所者の暮らす建物とは別に専用棟の建設を始め、2004年末に完成した。完成前は自立寮と呼ばれる建物で暮らしていた。2005年3月に辻は施設内の分校である桜市立市家中学校部の花分教室で卒業式を迎えた。分教室の紺色のブレザーにプリーツスカートという服装だった。なお学籍は大久保小学校のままだったため、大久保小学校卒業の扱いとなった。辻の親や職員らが十数人参列した。当初は大久保小学校の校長が国立鬼怒川学院へ赴いて卒業証書を渡す予定だったが、結局佐世保児童相談所の職員が手渡すことになった。入所初期の頃は辻に集団生活をさせず、専用棟で強制教育や精神科医、臨床心理士による各種心理検査が行われるのみで、徐々に集団生活に移行していった。
2005年4月22日には辻にとって初の団体行事となる羽黒さんと山遠足に参加した。紺色のジャージズボンに白のトレーナーを着て赤いリュックサックを背負っていた。彼女の髪の毛は以前より少し伸びていた。登山中に大丈夫かと問われ、はい大丈夫です、頑張りますと答えた。5月13日には施設の恒例行事である園遊会に参加した。施設を訪れた両親との面会では女児は冷静な態度を見せたという。世間話などはするものの、両親が帰った後は何事もなかったかのように過ごし、ホームシックにはならなかったという。一方で面会中に姉から優しい言葉をかけられた時、女児は笑顔を見せたという。辻は2008年春、施設内の中学校を卒業して児童自立支援施設を退所、社会復帰した。落ちろ死ねや。容疑者女性、警部補と不倫。旭川17歳女子高生殺人事件。2024年4月、北海道旭川市で痛ましい事件が発生した。留萌市の女子高校生村山瑠奈さんが行方不明になった。5月下旬、石狩川の下流で遺体が発見された。警察は旭川市に住む内田理子容疑者と19歳の女を殺人の疑いで逮捕した。内田容疑者らは村山さんを SNS で脅迫し、車で連れ回した。そして旭川市の渓谷カムイコタンの橋で村山さんに暴行を加え、橋から落とし命を奪ったとされる。事件の背景には SNS でのトラブルがあったという。内田容疑者は村山さんが自分のラーメンを食べている写真を勝手に SNS にアップしたことに激高したことで犯行に及んだとされる。警察は200人体制で捜索を行い遺体を発見した。内田容疑者は容疑を否認しているが、警察は証拠隠滅を図ったとみている。この事件は SNS の危険性と若者の犯罪という深刻な問題を浮き彫りにした。事件の詳細。事件は2024年4月に起きた。北海道留萌市の女子高校生村山瑠奈さんが行方不明になった。5月下旬、石狩川の下流で遺体が発見された。警察の捜査によると、事件の発端は4月18日のことだった。内田容疑者らは SNS の通話機能を使って村山さんを脅迫、留萌市まで車で向かい道の駅に村山さんを呼び出した。内田容疑者は射程とされる3人を従えて村山さんを車に監禁した。旭川市に向かう途中、コンビニに立ち寄り、そこで逃げようとする村山さんに暴行を加えた。4月19日未明、旭川市の渓谷カムイコタンにある橋に到着すると、内田容疑者らの残虐な行為が始まった。抵抗できなくなった村山さんに服を脱ぐよう命じた。その後全裸にした上で土下座を強要。その様子を村山さんの携帯電話で撮影した。内田容疑者はさらにエスカレートし、村山さんの腰を蹴るなどの暴行を加え、橋の欄干に座らせるという危険な行為に及んだという。続けて謝罪する村山さんの様子を携帯電話で撮影しながら、わいせつな行為を繰り返した。その後村山さんを再び欄干に座らせた後、落ちろ死ねやなどの暴言を浴びせた。そして村山さんを橋から川に落下させた。冷たい川に落ちた村山さんは溺水による窒息により命を落としたとされている。同月22日、村山さんが帰宅していないことを心配に思った家族が行方不明者届を提出。警察はヘリコプターやドローンを投入し、200人体制の大規模な捜査を行った。遺体は橋から60キロも下流の川の中でようやく発見された。事件があった橋から川もまでの高さは約11メートル。この時期の水温は10度を下回ることもあるという。内田容疑者は事件後の行動も不審だった。友人に高校生は帰っていったなどとメッセージを送信していた。警察の調べに対し内田容疑者は、橋の周りに防犯カメラがなく人目につかない場所だと知っていたと話した。一方で、女子高校生は橋に置いてきた、落ちたかどうかは知らないなどと容疑を否認。捜査関係者によると、村山さんが身につけていた衣服は事件数日後に通行人によって発見された。全裸で謝罪させられる姿を撮影した村山さんのスマートフォンも壊された状態で発見されている。これらのことから警察は犯行後に証拠隠滅を図ったとみている。事件の背景には SNS でのトラブルがあったとされる。内田容疑者らは
事件前日の18日に村山さんと初めて直接会った。そこで内田容疑者は村山さんが自分のラーメンを食べている写真を勝手に SNS にアップしたことに激高した。その腹いせとして内田容疑者は村山さんに10万円を要求、電子マネーで送金させようとしたが失敗してしまう。そのため内田容疑者を含めた4人は留萌市内の道の駅で村山さんと待ち合わせた。その後旭川市内まで車で連れ回した後、残虐な犯行に及んだという。検察は殺人などの疑いで内田容疑者と一緒に逮捕された旭川市の19歳の女性容疑者を旭川家庭裁判所に送致した。内田理子容疑者の人物像、捜査により内田容疑者の素顔が徐々に明らかになってきた。地元旭川市で内田容疑者はどのような人物だったのか。15年来の知人だという男性は内田容疑者について次のように証言している。カッとなりやすく揉めることがあった。髪をつかまれた人もいた。この証言によると内田容疑者は感情的になりやすい性格だったという。仲間内では明るく楽しいタイプだったが、外から攻撃されると反発する人物だったようだ。一方旭川市内の女子高校生などからは別の証言も出ている。ワルのランクの最上位にいた。この言葉が示すように内田容疑者は一部の若者の間で警戒される存在だった。旭川の東横とも呼ばれる旭川駅裏界隈、ここは10代から20代の若者たちが夜な夜な集う場所だ。この界隈で内田容疑者は特別な存在感を放っていた。関わらない方が良い人物、結構幅を利かせていた、でかい顔をしていた。これらの証言からわかるように内田容疑者は若者たちの間で一目置かれる存在だった。市内の大型商業施設のフードコートでも内田容疑者の姿がよく目撃されていた。複数の仲間と騒ぐ姿がたびたび見られたという。市内の少年少女たちからは目立つ存在として認知されていたようだ。内田容疑者の問題行動は高校生活でも見られた。ある証言によると次のような行為があったという。学校にスマートフォンを持ってきていた。女子が授業中に着替える時があったけど、そこでいじめられてた子の着替えてる姿を写真で撮っている場面は見たことがある。この証言は内田容疑者がプライバシーを侵害する行為を平然と行っていたことを示している。さらに内田容疑者の性に関する奔放な一面も明らかになっている。高校の同級生とのお泊まり会で自身の陰部を触るよう要求するなど、性に奔放な一面を覗かせていたという。また内田容疑者が高校1年生の時に撮影されたとされる動画も存在するという。その内容は次のようなものだ。制服姿で棒状の菓子パンを男性器に見立てて上下に大きく動かし大笑いする様子であった。内田容疑者の知人はその性的な面について次のように証言している。特定の彼氏がいるようには思えませんが、誰とでもすぐやるから、いわゆる穴モテはしていた。体の関係だけで男とつながっているような子です。同級生よりはむしろ年上の男と関係を持つことが多かったかな。この証言によると内田容疑者は特定の恋人を作ることなく多くの異性と肉体関係を持っていたようだ。特に年上の男性との関係が多かったとされている。そして今回の事件では内田容疑者と事件を担当している警部補との不適切な関係が明るみに出た。内田容疑者と事件担当刑事の関係、事件の捜査が進む中さらに衝撃的な事実が明らかになった。内田容疑者と本事件を担当していた北海道警旭川中央署の刑事8の間に不適切な関係があったというのだ。この事実は警察が押収した内田容疑者のスマートフォンの通信履歴や SNS から浮上した。そこには刑事8の仲睦まじいやり取りが記録されていたという。さらに驚くべきことに内田容疑者自身が取り調べの中でこの関係について言及したのだ。内田容疑者は次のように証言したという。中央署の A さんとは不倫関係にありました。この衝撃的な証言により両者の関係が事実であることが裏付けられた。この報道を受けて北海道警の監察官室が急遽刑事 A についての調査を開始した。その結果刑事 A は強行犯係の係長から刑務課への配置替えとなった。しかし刑事 A については以前から問題があったようだ。ある情報筋によると刑事 A はもともと素行の悪さから要注意人物としてマークされていたという。この不適切な関係を裏付けるかのように内田容疑者と刑事 A の親密ショットが流出した。ある探偵社が提供したという写真にはスナックのカウンター内に立つ刑事 A を囲むように
内田容疑者やその仲間の姿が映っていた。さらに驚くべきことに、この関係は地元では有名だったという。二人が大瀬の場所として利用していたスナックは旭川中央署の御用達でもあったそうだ。この写真の流出により事態はさらに深刻化した。ネットや SNS 上では刑事 A の顔がはっきりとわかる加工なしの写真が拡散。さらには刑事 A と思われる人物の名前が記載された名刺の画像まで出回っているという。しかしこれだけの騒動に発展しているにもかかわらず、北海道警察からの説明は一切ない。北海道警察広報部はこの件に関する取材に対して、いずれについても個別具体的内容については回答を差し控えますと一貫してゼロ回答を続けている。この北海道警の対応にネット上では不信感を訴える声が広がっている。何もかもが気持ち悪すぎる。警察がこれじゃ亡くなった子も浮かばれない。なんで説明せんのだ。ひっそりやり過ごそうとかなめか考えしてないか。これは道警が記者会見して違うなら違うと説明し、本当ならきちんと処罰しないといけない事案だと思う。警察に不信感しかないわ。亡くなった子がどんな思いかと言葉がない。ひどいことをする。これらの声は警察への信頼が大きく揺らいでいることを示している。この不適切な関係が殺人事件の捜査にどのような影響を及ぼしたのか、それは現時点では明らかになっていない。しかし捜査の公平性や信頼性に大きな疑問を投げかけていることは間違いない。不良少女とはみ出し警察官、まるで映画のような展開に多くの人々が驚きを隠せずにいる。しかしこれは決して娯楽ではない。一人の若い命が失われた悲惨な事件の背景にこのような不適切な関係があったことは極めて深刻な問題である。警察への信頼は法治国家の根幹を支える重要な要素である。その信頼が揺らげば社会の秩序維持にも大きな影響を与えかねない。なぜこのような関係が生まれたのか、それは単なる個人的な逸脱なのか、それとも組織的な問題があるのか。北海道警にはこの事態を重く受け止め、徹底的な調査と説明責任を果たすことが求められている。 SNS トラブルの危険性。この痛ましい事件の背景には SNS でのトラブルがあった。なぜ SNS でのトラブルがこのような殺人にまで発展してしまったのか、多くの人々が疑問を抱いている。特に驚くべきは内田容疑者と被害者の村山さんが事件の前日に初めて会ったという点だ。 SNS がきっかけで知り合い、初めて会った日から監禁、そして殺害まで至ってしまった。この急激な展開に多くの人が衝撃を受けている。 SNS がきっかけとなって少年少女が犯罪に巻き込まれるケースは年々増加している。警察庁の調べによると、SNS による18歳以下の子どもの重要犯罪の被害者数は2023年に225人を記録した。これは過去最多の数字だ。前年と比べても4割増加しており、2014年と比べるとおよそ200人も増加していることがわかる。この急激な増加傾向は SNS の普及とともに、その危険性も急速に高まっていることを示している。過去にも SNS が関係する痛ましい事件が起きている。2017年には神奈川県座間市で SNS に自殺願望を書いた男女9人を30代の男が殺害するという事件が起きた。2021年には山梨県で SNS で知り合った女子高校生を20代の夫婦が殺害する事件が発生している。これらの事件を見ても SNS の危険性は明らかだ。ではどのようにしてこのような危険から身を守ればよいのか。あるネットリテラシーの専門家は次のようなアドバイスをしている。初対面の人と会わないこと、 SNS で知り合った相手に問題がある可能性を認識すること、そして保護者は子供に実例を伝えることが重要です。今回のような殺害のケースや監禁、性的被害などの実例を子供たちに伝え、 SNS の危険性を具体的に理解させることが大切だ。しかし SNS の危険性を指摘するだけでは不十分である。なぜなら SNS は現代社会において重要なコミュニケーションツールとなっているからである。そのため SNS を安全に利用する方法を学ぶことが重要といえる。例えば個人情報の取り扱いに注意すること、見知らぬ人からのメッセージに慎重に対応すること、困ったことがあれば信頼できる大人に相談することなどが挙げられる。また SNS 上でのコミュニケーションと現実世界でのコミュニケーションの違いを理解することも大切だ。 SNS 上では相手の本当の姿が見えにくい。そのため相手の言動を鵜呑みにせず、常に冷静な判断を心がける必要がある。
この事件を教訓に、私たち一人一人が SNS との付き合い方を見直し、安全で健全な利用を心がける必要がある。子供たちを守るために、大人たちが正しい知識と理解を持ち、適切な指導を行っていくことが求められている。もっといいの。あげる。キメセクランディン状態でベンツ暴走事故を引き起こした中川マリサが、2026年に出所します。大田区暴走事件。2020年5月20日午後0時50分ごろ、東京都大田区で、飲食店店員の中川マリサ、当時31歳が運転していたベンツを、約時速120キロで暴走させ、大田区南馬込1丁目の国道1号線で歩道に乗り上げ、歩いていた女性会社員、高橋優さん、当時34歳をひき逃げして死亡させた事件が発生した。警視庁によれば、事件現場から約850メートル離れた路上で、不審な女が奇声を上げうろうろしているとの通報があり、同日12時30分ごろ、警察官が現場で中川マリサに職務質問を行ったところ、中川は車に立てこもり15分ほど押し問答を続けていたが、突然ベンツを急発進させて現場から逃走した。パトカーの追跡を受けながらそのまま国道1号線をベンツで暴走し、大田区南馬込に差し掛かったところで車2台と衝突。しかしそのまま停車することはなく、大田区馬込1丁目の路上で歩道に乗り上げ、歩いていた女性会社員、高橋優さんを背後から思い切り跳ね上げる形で引いてしまう。高橋優さんは頭部などを強く打ったことにより、搬送先の病院で治療するも残念ながら息を引き取ってしまった。事故現場の写真が X、旧 Twitter などの SNS で拡散されたが、中川が乗っていたベンツのフロント部分は大破しており、見るも無残な状態だ。花壇に衝突してようやくベンツは停車した。中川は衝突して大破したベンツから降りると、あろうことか徒歩で近くのマンションへ逃げ込んだ。マンションの防犯カメラには、不審な様子で携帯電話を取り出し、誰かに電話をする中川が映っていた。その後、マンションの10階で追跡した警察官により現行犯逮捕された。中川は取り調べで、薬を飲みすぎて衝突までの記憶がない、などと供述しており、尿検査で覚醒剤の成分が検出されたことから覚醒剤を摂取してベンツを運転して暴走させてひき逃げ事件を起こしたとみられている。その後中川は、自動車運転処罰法違反、覚醒剤取締法違反罪などで起訴されている。中川の素性が信じがたいものであること、中川が乗っていたのが最高級クラスのベンツであることから、世間から注目を集めた事件である。中川マリサについて、中川は事件当時31歳と報じられていたので、生年は1988年か1989年になる。中川に兄弟はおらず、一人っ子だった。幼い頃に父親を亡くし、その後は母親と二人暮らしだったようだ。中学生の頃、母親と二人で川崎市内のマンションから、市営住宅に引っ越したとの近隣住民の証言がある。当時の中川はおとなしいタイプで、教育熱心な母親のもとで、本人も勉強熱心で成績優秀であった。私立の中学校、高校に通っていたという。中川の出身中学は、都内の私立中学だ。だが、インターネット上の噂レベルの情報を含め、中川の通っていた私立中学校は特定されていない。中学校と同じく高校も都内の私立高校だが、こちらも特定はされていない。だが、中川は高校3年生の時に春大予備校に通っていた。当時の知人の証言では、中川は中高一貫校に通っていたとの情報がある。知人は高校時代の中川に対し、才色兼備、勉強はできた、性格は穏やか、女優の新山千春さんに似ている、と証言している。一部ネット上では中川は中学、高校とブスキャラでいじめられていたとの情報があるが、真偽は不明だ。だが、この頃から中川は自分を大きく見せようと必死だったようだ。中川が通っていた春大予備校では吉田茂元首相の側近として知られる、伝説的実業家の白秋二郎の親戚だと吹聴していたようだ。中川は、父親の遠縁にはあの白秋二郎がいる。だから私にも国際感覚がある。と話していた。高校を卒業後一波し、明治大学政治経済学部へと進学。明治大学へ進学した中川だが、奨学金を利用し、装飾品や生活も派手ではなかったとの証言がある。明治大学時代の友人の証言では、中川は宗教やオカルトに興味を持ち、面白半分でその集会に参加するなど行動力のあるタイプだったそうだ。中川の好きな男性のタイプは、ヤンキー気質や派手な男で、
ネットで知り合ったホストと交際していた時期もあった。20歳前後で大学生だった中川は2009年末にも元夫と知り合い交際し、半年も経たない2010年2月1日に入籍した。元夫との出会いは、ミクシーである。元夫はミクシーの日記に自作の詩を投稿し、そこに中川がメッセージを送ったのがきっかけに知り合いすぐ交際。中川の元夫は、中川に一目惚れしたと言っている。何度目かの食事でプロポーズしたところを OK され、二人で盛り上がりながら婚姻届を提出した。中川の母親への挨拶は、事後報告だった。報告に行った時は、勝手にしなさい、と投げやりな反応で、あまり親子関係は良くなかったのかと元夫は語っている。中川と元夫の結婚生活は、最初はごく普通のものだったと元夫は話している。銀色のビッツに乗って富士の樹海や山梨のほったらかし温泉に出かけたり、沖縄に旅行に行ったり、誕生日にはティファニーのネックレスをプレゼントしたりしている。しかし、中川と元夫のごく普通の結婚生活は長くは続かなかった。中川は結婚してからも不特定多数の男と連絡を取り、元夫がいない隙に家に男を連れ込み浮気を繰り返すようになった。金銭感覚も常軌を逸していて、元夫は毎月生活費として20万、お小遣いとして5万渡していたが、あっという間に使い込んでいた。結婚からわずか3ヶ月後、中川の男性問題が原因で2人は離婚している。大学卒業後は、まともな定職についていなかったようだ。20歳くらいから、中川の生活は荒れ始めた。近隣住民によれば、中川は敷地内に迷惑な形で車を停車させ、車をいじっていた。他の住民が注意をしても悪びれた様子もなく、無視をしていた。また、いろいろな男が訪れ深夜にエンジンを吹かしたりして、近隣住民は騒音の被害にも遭っていた。ひき逃げ事件から3、4年前には、男が中川の自宅から家電製品を次々と投げ捨てていたのも目撃されている。その後住民が通報したことにより、中川と男は連行されていった。中川はひき逃げ事件当時も結婚していたという情報もあった。知人にも、結婚した、と連絡したかと思えば、お金を払うから、私の話を聞いてくれる人を募集したい。と尻滅裂なことを言っていた。新しい旦那についての情報は一切出ておらず、詳しいことは不明だ。中川は覚醒剤使用によって事故を起こしたが、以前から知人にドラッグをしていたことを明かしていた。知人によれば、コカイン、MDMA、大麻はやったことがある。と話していた。また別の知人からもディ、ティという、リン、体験ができる幻、剤を使った、という情報もある。仲間が逮捕され、自分も身柄を持ってかれたが、白を切り通したら不起訴になったと豪語していた。一通りは、やった、とも話していた。警察によると、事件当時の中川の住所は川崎市内の市営住宅になっていて、最寄り駅から徒歩10分、建物は築30年以上で家賃は5万円前後だという。中川は2018年頃まではこの市営住宅に住んでいたが、その後転居しており母親だけが居住していた。その母親も、中川のひき逃げ事件後に転居している可能性が高い。中川の事件当時の住所は警察発表によると、川崎市川崎区藤崎、なので、1丁目にある、市営藤崎住宅、などが中川マリサの実家として候補に上がっている。中川マリサの家族。中川の父親は、中川が幼い頃に亡くなっている。父親は生前、翻訳関係の仕事をしていたことから、それなりに裕福な家庭で育ったと考えられる。しかし父親が癌で亡くなったため、母子家庭での貧しい生活となった。母親は介護の仕事をしていたそうだ。母親と二人暮らしで、当時はおとなしい女の子。裕福ではなかっただろうが、母親は教育熱心で中川も成績は優秀。との近隣住民の証言もある。母子家庭ながら中川を中学、高校一貫校に通わせていたことから、母親がいかに教育熱心か伺える。事件後、記者が中川の母親に直接取材をしたところ、母親は、加害者家族は、寝ばいいんですか、と取り乱していたとのことだ。教育熱心で母子家庭ながら中川を私立の中学、高校一貫校へと進学させていたことや記者への態度から見て、中川の母親はかなりプライドの高い人物なのかもしれない。SNS などで生い立ちを詐称。中川は常日頃から Facebook、Instagram、Twitter などの SNS でセレブアピールをしていた。矢崎マリサというアカウント名で、自身の出身地はサンディエゴ。
子供の頃はハワイの夜景の見える丘によく連れて行ってもらった、と詐称し、生まれながらのセレブを演じていた。自身の職業についても、コンサル業やモデル、投資家などと自称し、ドバイやラスベガスなどへの海外旅行の画像をたくさん投稿し、セレブな生活をアピールしていた。また、高級ホテルでのディナーや愛車のベンツ、年会費だけで14万3000円もするアメックスのプラチナカードの写真、といった数々の写真をアップし、セレブな豪遊ぶりを SNS に投稿していた。だが知人の証言では、実際中川は高級ブランド品を身につけていないし、所持金もあまりなかったという。事件当時、中川が乗っていたベンツは SL クラスの SL63AMG という車種で、新車当時の価格が2000万もする高級車だ。軽食についていない中川がなぜセレブを装い、事故を起こしたベンツに乗ることができたのか。中川は飲食店で勤務していたとされているが、その他にも貿易関係の仕事をしているとの話がある。仕事内容について知人に、ある国では、貴金属をいくつかまでなら買っても税金がかからない。だからそれを日本で売れば、消費税分の利ざやが稼げる、と話していた。もともと勉強熱心な中川だ。頭の回転も速く、英語も日常会話ぐらいならできていた、と知人は証言している。セレブアピールは虚飾と言われているが、実際にベンツに乗っていたことから飲食店だけではなく、このような個人ビジネスである程度の金銭を稼いでいたと考えられる。事件前にも、逮捕されていた。元夫と離婚して5年経った2015年頃、突然中川から元夫に連絡が入った。しばらく連絡を取っていたが、内容は近況報告や相談などの何の変哲もない内容だった。しかし、2019年7月頃からぱったり連絡が取れなくなった。元夫が不思議に思っていたら、2019年7月22日に、ごめん、逮捕されてた。と連絡が入った。詳しく聞いてみると、麻薬取締法違反で7月1日から20日間拘留されていたそうだ。元夫とのやり取りには中川の言い訳が並んでいた。不起訴でできたから、前科はつかなかったよ。なんか、身に覚えがないんだよね。顔見知りの外人に、ペルーの漢方を渡されて、それ持ち歩いてたらそれがインドールとかいう麻薬だって。使ってないよ。普通にカバンに入れて持ってた。お茶っ葉みたいなやつ。大麻ではない。マジで漢方だと思ってた W。当時の中川は貿易関係の仕事をしていた。外国人とつながりがあったのも伺える。薬物を使っていたのか使っていなかったのか真偽はわからないが、この頃から中川の言動がおかしくなってきて、野宿しててさ、もう風俗やる。などと話していた。中川は以前から不眠症を患っており、睡眠薬や精神安定剤を常用していた。元夫も過去に睡眠薬を使用していたことから、中川の相談に乗っていたようだ。精神安定剤や睡眠剤のどれが効く、というような話の中で中川は、レキサルキあげる。あと、もっといいの。あげる。と意味深なことを言っていた。レキサルキとは精神安定剤の一種だが、もっといいの。とは何を意味していたのだろうか。一度逮捕されてからはそれまで以上に薬が手放せなくなって、薬と自分しか助けてくれないよ、と言っていたこともあるそうだ。初公判、判決、現在。中川の身勝手な暴走運転により、罪のない女性の命を奪ってしまった事件はどのような判決が下されるのか世間が注目を集めた。2020年11月30日、東京地裁の初公判。中川は、自動車運転処罰法違反、過失致死、道交法違反、ひき逃げ、自己不申告、覚醒剤取締法違反、使用、の罪で起訴された。中川は一通りの罪を認めた一方で、尿検査の結果があるにもかかわらず覚醒剤取締法違反、使用、罪については否認した。そして2021年3月に東京地裁で、懲役5年、の判決が下った。あまりにも身勝手な行動で罪のない人の命を奪っているのにもかかわらず、懲役5年、は短すぎる、納得できないなどと批判の声も上がっている。東京地裁は、被告の不合理な弁解に終始、自分のした行為や責任に向き合おうとせず刑事責任は重い、と発表した。一般的に危険運転致死傷害の量刑は5年から15年とされているため、中川麻里社に下された、懲役5年、は東京地裁が発表したコメントと矛盾している。また、搬送される車の中で、楽しげに笑みをかべる中川の様子が映像に捉えられており、その様子が SNS やテレビで流れたことにより、批判は強くなった。
この判決では被害者遺族はやりきれないであろう。中川の現在については続報もなく不明だが、懲役5年の判決後には被告側も検察側も控訴したという情報はなく、この判決が確定し刑務所に収監されているはずだ。だが、どこの刑務所に服役しているかなどの情報は不明。2026年に出所予定である。